それではお時間となりましたので、ただいまより、令和3年度消費者庁新未来創造戦略本部成果報告会を始めさせていただきます。まず、開会にあたりまして、新未来創造戦略本部次長の日下部から開会挨拶を申し上げます。また、開会挨拶後、そのまま戦略本部の概要説明に入らせていただきます。 消費者庁審議官で新未来創造戦略本部次長の坂部でございます、えー、本日はですねこの新未来創造戦略本部についてどのようなことをやっているのかということをまあご紹介する<う>会を開かせていただいた次第でありますではあのー、まあなかなかですね東京にいると徳島のその消費者庁で何をしているのかっての伝わらないと思いますので、えー、こういう場を毎年設けさせていただいて今年も えー、あの開させていいいいたただというとうころでございます個々の細かいあのプロジェクトについては、後ほどそれぞれの担当より説明がありますが、まあ、全体について簡単にご紹介させていただければと思います。では、資料の方にいきます。 この「新未来創造戦略本部」ですか、おさらいみたいなことになりますけれども、もともとは2017年にですね消費者行政新未来創造オフィスということで、ですね試行的にまああの始めたわけですけれども、3年後の2020年の7月に、工場的な拠点として、名称も消費者庁新未来創造戦略本部という名称になった次第であります。 まあその間ですね、徳島に拠点を置いてちゃんと仕事ができるのかとか、東京都の消費者庁は大丈夫かとか、さまざ、あ、まな議論があったと承知しておりますけれども、まあ、現在、私の印象としては、ですね、非常に徳島県をはじめとして、さまざまな地元自治体等の協力も得て、それなりにうまく回ってるんじゃないのかなと思っているところでございます。で、ここに出てますが、右下のほうに出てますけれども、まあ、当時はですね、スタートしたときはトップが3時間ということだったわけですけれども、 2020年からの向上的な拠点となってから、トップは審議官ということで、私が今来ているところであります。人数もですねいろんな人を全部含めれば80名近く、10名程度ぐらいになっているといったところでございますで。どのようなことをしているのかということでございますけれども、この左側にモデルプロジェクト、右側に国際商社政策研究とありますけれども、この2つが大きな柱でなっています、モデルプロジェクトと調査研究と。 ことになってます、まあ、職員はですねそれぞれ兼ねてたりどっちかだったり、まあ、それはもうその時の状況でいろいろ変わりますけれどもおこのモデルプロジェクト、まあ、なぜここで徳島でモデルプロジェクトを行っているかと言いますとやはり消費者庁は地方に出先機関を持っていないということもありさまざまな政策をするときにいろんな自治体に、まあ、別個お願いして今までやってきたわけですけれども、まあ、ここで拠点ができたということで、まあ、徳島県を中心にですい、ね、ろんな自治体の協力が安くなったということで えまあそういうせっかくそういう実証フィールドがあるということだったらそれを生かしてえまあプロジェクトを行っていこうとしています。で、もう一つは調査研究、東京の消費者庁には今まで本格的な調査研究する機関がないということでございましたので、調査研究用の、あのまあ、調査超国際,消費者政策研究国際消費政策研究センターという、まあ、あの名称をちょっとつけましてですね。 研究を行っていこうということで研究についてはなかなかその消費者庁の職員学ぶ戦略本部の職員が研究をやるっていうケースも最近始めて今日最後にちょっと報告をさせていただきますけれども日本は客員の先生方に来ていただいて我々がこの客員の先生方とともにサポートをしたりともにですね協力しながらプロジェクトを行っていくっていう形で進めているところでありますでモデルプロジェクトの個々についてはまた後でご紹介させていただきたいと思いますで 一番下にです、ねえー、シンポジウムによる世界に発信と書いてますけれども、やはり、えー、我々としてはです、ね、せっかくここで出た成果というのは、対外的にどんどん発信していきたいということで、まあ、モデルプロジェクト、調査研究を含めてです、ね、積極的に成果を対外的に出していきたいと思っているところであります。 でこのモデルプロジェクトでありますけれども、もうご承知のとおりです、ね、徳島県だけがフィールドではないという点にはちょっと注意しなきゃいけないんですけれども、我々としては徳島県のためにこの戦略本部があるわけじゃなくて、日本の消費者政策を向上させるためにあるという考えてますので、必ずしも徳島県だけがフィールドになるというわけではないんですけれども、まあ、非常に協力していただけますので、結,構結果として徳島県がフィールドになっている例というのは非常に多いということは言えます。 でえいろんな取り組みをして、ですねその成果をお政策に生かしていきたいとい行っているところであります。それから研究については、国際消費者政策研究センターと、かっこいい名前をつけましたけれどもお、センター長には、ですね井田孝則京都大学の行動経済学の専門家であります、井田孝則先生になっていただきまして、毎月のように、ですね井田先生からいろいろご指導を仰いでいるといったところでございます。 さまざまな研究を行っていきますけども、研究については専門家の方々に客員研究員となっていただいて、それで研究プロジェクトを進めていくということを行っているところでございます。で右下に出てます写真はですね、G20 の消費者政策会合が令和元年に行われたわけですけども、これは G20 が日本が行うときにですね、局長級の会議として徳島で開催しました。このときに30数カ国、地域、 の代表が日本に徳島に来られて、盛大な会議が行われたということになりますので、まあ、せっかくそういう盛大な国際会議を徳島に行ったとっいうこともあるので、徳島の,この戦略本部では国際会議、こんな大規模なものは難しいですけれども、国際的なシンポジウムとか国際会合というのも小規模でありますけれども、レガシーとして続けていこうということで、毎年のように国際シンポジウムなどを開催しているという状況でございます。で え消費者庁のですねえ当たり方改革の拠点としてもまあ使おうということでございますので、今、東京の消費者庁でもですねフリーアドレス制を引いているう過失が若干あると聞いていますけれども、徳島では基本的にはまあフリーアドレスということで、毎回あの来たらですねえ席を抽選で選ぶということをしていますし、席は毎日違うので、その結果としてえ書類をなるべく持たない、あるいは持っても書類を入れるスペースは限られていますので、 なかなかこう書類を持ちづらいというそういう環境にしています。やっぱり席が毎日変わりますと、そこに置いとけないものですから、やはり書類は自動的に減っていくということで、電子化という点でも非常にいい実験ができているかなと。もちろんその新しい仕事でありますので、過去の資料がないので電子化しやすいというそういういメリットもありますけれども、そういった電子化、それから右側に多様な会議形態と書いていますけれども、立ち会議をしたり、テレビ会議をしたりですね。今やテレビ会議もかなり コロナの関係で浸透してきましたけれども、まあ、徳島の方ではもう最初からテレビ会議は当たり前のようにまあ実施しているといったことも行ったりしています。で、まあ、これは部屋の様子なので、えー、あのご関心のある方は徳島の事務所に来ていただければご紹介いたしますけれども、おまあ、こういうですね、えーまあ、ちょっと普通の職場とは違う机も、ですねちょっといろいろ古い机とか新しい机、いろいろあって様々だったりですね。 真ん中にある抽選用の機械で席を選ぶと。で、下のモバイルロッカーにパソコンをしまって帰ると。このバイルロッカーと、まあ、衣装用の洋服用のロッカーぐらいしか荷物を入れる場所がないので、自然的にそんなに書類が持てないとかですね。まあそういう特徴となってます。で、えー、次がですね、この部屋の様子ですけども、まあ立って会議する、椅子のない会議室とかですね、もちろん椅子持ってくって、椅子使って会議することももちろんあるんですけども、 まあ右側みたいに立って会議したり座って会議したりですね、まあ、いろいろ行っています。またあのなかなかフリーアドレスといっても個別に囲まれたところで仕事をしたいという人のために集中スペースみたいなのもまあ設けたりしています。で、まあ、プロジェクトについてですけども、まあ、簡単にですねどんなプロジェクトをするかというのを紹介いたします。ここには細かい論点については後で丁寧に説明いたしますけども担当から説明があります。 えー、例えば、ですねこれ大きく分けると、まあ、地方での実践とか海外状況調査、国際交流それから基礎研究この3つぐらいに分けられるかなとこう思っているところでございます。で、まあ、SNS おかつや消費生活相談これは後で説明がありますけれどもお、まあ、なかなか LINE を使った相談みたいのを徳島の方の職員を中心に、まあ、地元の自治体とかの協力を得ながらまあ行っていると。 でえー、この徳島県においては、ですねこの実証実験をした結果として、今年度からもう自分たちで実験じゃなくて、自分たちがもう実装する,ってうと実装てるということで実装したりし、えーまあ、ているということがあります。それから、こういう教材作り、あとで話がありますけれども、作るということもやっています。それから、パンフレットですね、えー、を作るということもやっています、えー。それから、まああの、オンラインゲームのマニュアル作りも、これは東京が主導ですけれども、まあ、それを協力したりはしています。 それからちょっと面白いのが、ですねこの社会の扉を活用した事業の自主効果ということでございますけれども、これはあの、新未来総合戦略本部の前のですねオフィス時代にあの主に行ったものでありますけれども、1、えー、年年齢で下げされるときにです、ね、消費者教育は非常に重要だと言われたわけですけれども、その時の議論に大きくちょっと貢献したのが、この徳島で行われた、まあ、社会の扉っていう教材を使った事業をすべての高校で行うという実験であります。 今やすべての高校で行うという目標のもと、ね、全国の都道府県で、えーまあ、目指してもらってるわけですけれども、まあ、一番最初にすべての高校で授業を行ったとっいうのがまあ徳島県とで、ただ授業を行ったということだけでも、ですね、えー、一つの大きな実証だったわけですけれども、それだけじゃなく、ですね、えー、授業の前とあとでどれぐらいその、まあ、学んだかというような、そういうクイズみたいなこととか、あとは意識が変わったかというアンケートをまあ行ったと、それを3年間にわたって行ったと。 といいうことでございますで平成29年、30年、元年度のまあ高校1年生を対象にまあ授業を行ったとで。徳島県の高校1年生、大体7000人弱ぐらい、6000人か6100人前後ぐらいありますので、そこの全員に対してですね、まあ、アンケート票を配ってまあ回答してもらったと。もちろん、ちょっと初版の事情で回答できなかった方もいないわけじゃないんですけど、基本的には全数調査を行ったということであります。で3年間、授業前と授業後の高校1年生にまあ授業を行った、あの試験を、あのアンケートとかをまあ行ったと。 それからさらに令和元年、電話、2二十9年度の高校1年生が、翌年2年生になったときどれぐらい覚えているか、3年生になったときどれぐらい覚えているかっていう、そういう、まあ、継続的なです、ね、追跡調査も行ったっていう点で、なかなかここまで消費者の関係についてですね、学校現場の協力を得ながら、毎年のように調査をするっていうのは、やはり徳島県が非常に協力的だったからであろうと思っているところでございます。 まあその結果としてですね、全体で10アンケートとまああのクイズ、クイズが12問で、アンケートも大体それぐらいあるわけですけれども、11問あって、それをまああの回答してもらったと。で、結果として、左側のですね、消費生活に関する知識と。 いうところのグラフにありますけれども、事業前よりも12問の平均の正答率を見ると、ですね事業前よりも事業後の方が伸びてるんですけども、その後下がっているんですけども、事業前よりはやはり1年後、2年後とも高いと。しかも2年1年後までは下がるんですけど、1年後か2年後の下がりは少ないとかですね。えー、全体と見れば、やはり事業の前よりも事業の後の方が知識が非常に高まっているということが言える。 ということでありますので、非常にその消費者教育の効果っていうのはあったんじゃないかと考えている次第であります。また右側で意識あのこの九一っていうのが人の中の代表的なですね契約成立のタイミングについてのまあ。 ああ質問に対しての答えですけど、まあ、契約成立のタイミングっていうのはあの、お金を払った時なのか、買いますと言った時なのかとかですね、まあ、あるわけですけども、まあ、これは買いますとこういった時であので店員の方が分かりましたって言った時にまに契約は成立するっていうことですけども、まあ、その問いを見ると、ですね事業前よりも事業後で見ると、非常にその正解、正立率が上がったと。まあ、2年目はまあ下がったんです、翌年は下がったんですが、それでも当初よりもかなり高いということで。 全体的にこういう傾向が見られたということで、我々としてはこういうことが分かったということでもものすごい大きな意味があったかなと。まあ、全部の学校で消費者教育の授業を行えたということだけじゃなくて、そういうアンケート調査までできたということも非常に意味深かったかなと思っているといころでございます。で、えー、現在もですね、その後も調査やらないのかというご関心があるかもしれませんけど、今また あの今年度も調査をままた再開しましてですね今ちょうどアンケート表を回収しているということがありますので、まあ、来年のこういう場ではそういった結果もご紹介できるかなと、まあ、思っておりますけれどもそういう徳島のまあ協力的なということをまあ生かした調査というのは特徴かなと思っているところでございます。 それがこの商社教育で、この4年間なりです、ね、その戦略本部の前のオフィス時代も含めて、最もこうインパクトがあったっていうのが、この消費者社会の扉を使った、まあ、こういう調査ができたということがまあ言えるかなと思ってます。また、最近はですね学校にあのタブレットを配ってる学校も結構ありますので、まあ、タブレットを使うと紙よりもですね回収もしやすいし、まあ、アンケートもしやすいと。 というのもあるので、最近はタブレットも使ったアンケートも行おうとしているわけですけども、ただ学校によってはまだちょっとタブレットを使いこなしきれていないところもあるので、必ずしもすべての学校がタブレットで答えられるわけじゃないんですけれども、少しずつタブレットが浸透していけば、こういう調査も実はしやすいかなと思っているところでございます。いずれにせよ、教育委員会の多大なるこの教育協力に、我々としては非常に感謝しているということであります。ただ支援学校への教材は後でちょっと説明しますので、省略します。 ミャオネットワークも後ほどあのご説明があるので紹介しあの省略しますけれども、やはりあの地元の自治体が丁寧に我々、ね、としてお付き合いしながら、細かくミャオネットワークが今どうなっているのかと調べるというのを足を運びに担当者の話を聞きながら調査できるというのは非常に意味があるかなと思っていることでございます。それから、公益通報についてもです、ね、これは今日はあまり説明ありませんけれども、東京で法改正したりすればです、ね、地元の まあその理解度を高めるとか、あるいは四国中心にです、ねえー、窓口の整備を積極的に働きかけて、えー、自治体における整備はです、ね、徳島県、香川県、愛媛県を進めあの内,部内,部内部の、ま、通報、外部通報、いずれもです、ね、100%ということで、えー、あったし、高知県も非常に高い水準になってきたということで、これはあの法律を改正する前からです、ね、非常に高い。 あの水準に我々が働きかけた結果としてなったということで、やはり丁寧にお願いすることによって、こういうのは高まっていくんだなということが分かったということであります。消費者思向経営はあの後ほど説明があるので省略します。で、石、え、川、ー、消費も説明があるのでご省略しますし、食品ロスもありますし、まあ、あと選択表示についてですね、これもあのちょっと面白かったのは、ですね左下にあるようなマグネットの,そのパネルで新しい選択表示というものが。 あまあ、最近でき何年か前にできたわけですけどもそれをですね広めるためにどう広めようかっていう時に、まあ、洗濯機に貼れるようなですね、えー、マグネット式の,あのシートで主なあの表示だけを集まった説明の、まあ、資料左下になるようなものを作ったわけですけども、まあ、それをですね泡弁のものと、まあ、徳島弁ですねというものと えまあ標準語のやつとかいろいろ配ってまあアンケートしていろいろ聞いてみたらですねかなりやっぱワベのものは評判が良かったとかやはりあとこうやってシルで貼れるものは非常にいいとかですねそういうことを得られたということがまあ分かりましたということであります。それから研究ですけれどもまあこの行動済学を用持ちた研究については後ほど紹介があるので省略しますけれども他にえ高齢者の認知機能に応じたトラブル対策の検討に関する研究これはあのお医者さんの協力を得ながらですね さっきの研究は行動経済学省の研究と社会学の専門家の協力をいましたけどこれはお医者さんの協力を得ながらどういう,こう認知症の種類があってその認知症の種類に応じてどのようなトラブルが違うのかとでさらに言えばそういうトラブルに対してどのように解決するといいのかみたいなですねものが研究できるといいかなとそうするとあの現場の消費生活相談員の方にですね この症状が出ている方っていうのはこういう認知症の可能性があるからこういう対応したらいいよということがまあ言えればいいなと思って今研究をしているところでございますちょっとまだ結果が出てないので今日はあのこういう研究してますというご紹介だけになりますこれから国際共同研究と書いてますけども消費者法制の比較法研究ということで、えー、まあ右下にイギリスアメリカドイツオーストリアフランスと書いてますけど、まあ、こういった先進国のデジタル消費関係のですね、えー、まあ法律がどうなっているのかなぜそういう法律になっているかっていうのを 日本の民法のです、ね、先生方を中心にですね国際、海外の法律に詳しい方の法学者に集まっていただいて研究をしているということだったら本当はその立法責任者のところにですね出張して会いに行っていろいろ話を聞こうという話があったんですけどもちょっと今コロナの関係でそういうことはできませんので。 まあ、オンラインを駆使しながらですね、いろいろヒアリングをしたりはしてますけれども、まあ、できればあ現地調査していろいろ来たかったんですけども、ちょっとまだそこまでには至ってないんですけども、今、ヒアリングを重ねて、えー、報告書を取りまとめようとしてるということで、えー、まだちょっとオンゴイングなので、ちょっとまだ発表できるものがないので、今日はあこういうご紹介にとどめさせていただきます。えー、それからあー、バイオネットを活用した消費者問題の物件研究ということで、 パイオネットを少しこうビッグデータとして使えないかなというのが今、いろいろ話題になっているかと思うんですけども、我々としてはそういうパイオネットですね、消費者相談のデータベースを活用して、何かそういうテキストマイニングの機能とか、最近、技術的に進歩してますので、できないかなということで、今、分析を簡単な分析しているところでありますけどこれはもう少しでまとまりますので、今日は発表できませんけど、どこかの場では発表させていただきたいと考えているところでございます。 それから、えー、消費者志向経系の関係でも少し研究をしようということで、えー、考えてますけれども、四国にもですね、創業300年以上の事業者というのが、まあ、あの十数社あるということでありまして、そういったことに個別のヒアリングをかけてです、ね、ですいろいろ分かったことでお消費者志向の経営から分析しようと、観点から分析しようということを今やってますけれども。 ちょっと今あのコロナの関係でヒアリングがなかなか難しくて、えーまあ、オンラインだったりしてちょっと本当は直接ですねその社長さんに話聞くといいんですけどもオンラインだったりしてますけども、演、ま、出、あの人はヒアリングをしながら、まあ、成果を取りまとめるということで今やっている最中でございますけども結構印象的だったのがもう300年続いてるけど自分の代でおしまいですという会社が複数あったりしてですねちょっと悲しいというそういうところも、まあ、分かった次第でありますけどもこれは今オンゴインということでございます。 それから詐欺の消費者被害における研究ということでこれも今始まったばっかりの研究ですけども徳島県警さんと組んでですね県警に来る高齢者のその騙されたあるいはこの人騙されてるんじゃないかっていう相談をですねのその方に県警の方からアンケートしてもらうとかあるいは まあ、一般の方にですねちょっとアンケートをして、えー、どういうその方が、まあ、被害にあいやすい方がそういうのが分かればいいかなと思って今あ徳島県警と組んで県警に相談にしに来る人あるいは県警にですね被害に遭ったと言って来る方にアンケートができるっていう非常に興味深いことを今やってる最中でございます。 であとはあの大学のキャッシュレスの研究ということで、えー、大学生に対してですねキャッシュレス化が進んでどうですかっていうことを、まあ、ちょっと全国の10ぐらいのですね大学のゼミ,ゼミの協力を得ながらあ、まあ、あのいろいろヒアリングをしたりアンケートをしたりした結果として結構キャッシュレスは浸透してるんだけども割り勘ができないからちょっと使いづらい面があるとかですね、まあ、そんなようなちょっと面白い話もあったということもやってます。で最後ですけども、まあ、国際シンポジウムの開催ということで えなるべく我々のやった成果というのは、対外的にも発信していかなきゃいけないとで、しかも国際的にも発信していきたいということで、今、海外から直接人を呼ぶことはコロナの関係で難しいですけれども、まあ、オンラインをつないで、ですいろいろシンポジウムをやろうということを今、始めているところでございます。この間もですね、フランスとサステイナブルファッションについてまあシンポジウムを行ったと、まあ、ちょっといろいろ強化の関係で苦労したりはしましたけれども、いろんな新しいそういう海外との取り組みっていうのもまあ開始しているというご紹介であります。 であとはまあ余談ですけども、せっかく徳島に事務所がありますので、まあ、徳島の大学で講義をしたりですね、えー、まあ新聞連載したりって、まあ、そういう高校にも勤めているといったところでございます。で私からは以上です。どうもありがとうございました。ありがとうございましたでは、続いて、新未来創造戦略本部で実施しているプロジェクトの成果報告に移りたいと思います。まずは 公益通報共同担当3時間室のモデルプロジェクトであります消費者志向経営の推進について担当者からご報告いたします消費者消費者志向経営の発表は東京と徳島からそれぞれ担当者より説明しますまず東京会場にいる担当者から説明をお願いしますこれより消費者志向経営の推進について報告いたします 私、行政実務研修院の佐藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。前半は私、佐藤から、後半は三谷からご報告させていただきます。では、スライドの投影をお願いいたします。まず初めに、消費者庁では、従来から事業者に対する規制、消費者に対する支援を実施しております。それに加え、今後は持続可能な社会を実現するために、 消費者と事業者とが共通の目標の実現に向けて協力し取り組むことを促す必要があるとの観点から平成28年度以降消費者志向経営の推進を行っております。消費者志向経営とは消費者と競争・共同して社会価値を向上させる経営と定義されております。その上で事業者と消費者との双方向コミュニケーションにより消費者がわくわくする商品やサービスを共有し、 ウィウィンのとととなることと定められております。また事業者は実際の活動としましてみんなの声を聞きかつ生かすこと未来次世代のために取り組むこと法令の遵守コーポレートガバナンスを強化することについて取り組むことになりますそこで市未来創造戦略本部では徳島県を中心に地方公共団体や事業者団体への推進活動に取り組み始め令和2年度までに四国4県や岡山県 そしてて関西地方にも活動を広げてきましたまた事業者には当活動の理念や取り組みについて説明を行い消費者志向実践券フォローアップ活動への参加を呼びかけましたこのように地方公共団体や事業者に消費者志向経営を推進していますが推進するにあたり参加事業者数の拡大や社会的認知度の低さ具体的なメリットが不明瞭であるといった課題を解決することが必要であると考えましたそこで令和3年度は これらの課題を踏まえて引き続き、引き続き推進活動に取り組むとともにより、党活動をしていただくことを目的として事業者の取り組み事例を紹介するセミナーを開催しました。また事業者がより良い効果が得られるような新たな施策を検討するためのアンケート・ヒアリング調査を行いました。こちらは四国4県の実践現事業者の変化を,しを示したものになります。え今年年度は令和3年3月末時点の78社から 令和4年1月末時点で114社までに増加しました。全国で273社のうち約4割は四国の事業者ということになります。令和3年度は四国4県全てで増加しております。このように実施宣言事業者が増えたことは地方公共団体や事業者団体への推進活動、連携の影響が大きかったのではないかと考えております。また地方公共団体でも独自の取り組みを実施するなど、そのような取り組みは、 事業者の参加を促すにあたって効果的であると考えております実際にどのような取り組みを行ったかについては後ほどご紹介をさせていただきますこちらは令和4年1月末時点における四国4県の実践現事業者一覧になります今後とも徳島県を中心に四国から全国に活動を広げてまいりたいと考えております これから戦略本部が令和3年度に実施しました。取り組みについてご説明いたします。まずは令和3年度も引き続き実施しました。地方公共団体や事業者団体への推進活動についてご説明いたします。まず、推進活動ですが、戦略本部から地方公共団体や事業者団体に対して周知を行い、講演や資料の配布などの協力をお願いいたしました。お願いしました。 事業者団体には当活動に関心のある事業者のご紹介を依頼し事業者には訪問やオンライン会議システムを利用して消費者志向実践券フォローアップ活動の説明と参加を呼びかけましたまた徳島県内においては県内の実践券事業者からえ事業者のへの紹介周知についてご協力をいただくことができました、えっと、周知や紹介 の依頼以,以外にも戦略本部においては各団体の研修会等で講演活動を行い聴者志向経営の説明や等活動への参加を呼びかけました今年度徳島県内では県主催のシンポジウムやセミナーそして事業者団体での講演を行いましたまた関西広域連合や岡山市主催のセミナーでも講演を行っておりますこのように地方公共団体への推進活動を続ける中各県でも独自の取り組みが見られるようになりました ここで独自の取り組みを行っている徳島県と愛媛県についてご紹介させていただきます。まず徳島県ですが、徳島県では平成29年に事業者団体、消費者団体、行政機関等からなる徳島消費者志向推進組織が設立されました。こちらの推進組織は消費者庁と連携し、県内事業者への周知や参加を呼びかけております。また、シンポジウムや実践現事業者を対象としたフォローアップセミナーを毎年開催しており、 県内での推進を図っております徳島県が開催したフォローアップセミナーでは戦略本部も当活動の概要について説明を行いましたまた事業者同士のグループワークにも参加し事業者と取り組みについて意見交換を行いました同じく四国の愛媛県でも県が推進するエシカル消費と一体的に取り組む愛媛消費者志向思いやり経営セミナー思いやり経営の推進に取り組んでおります 事業者向けに開催しているセミナーでは、奈良橋参事官が講演されるなど、消費者庁も協力させていただきました。また愛媛県では、実践現の商交付式の開催や、シンボルマーク、ロゴマークを作成されるなど、独自の取り組みにも力を入れられており、県内での普及啓発を図られております。推進活動にあたり、地方公共団体や自治体等から、党活動についてのご意見をいただきました、一部でありますが、ご紹介をさせていただきます。 良かった点としましては消費者の意向をく取り組んだ活動であり良い取り組みである SDGs や CSR との親和性があるので取り組みやすい自社の取り組みを発信するには有効といった当活動に対して肯定的なご意見をいただいておりますまた推進のポイントとしまして地方公共団体と連携するのが効果的地域のキーマンとなる企業に参加してもらうのがいい県や市が取り組めば地元企業の参加につながるといったご提案をいただいております しかしその一方で、宣言するメリットがはっきりしていない、資料や概念が分かりづらい、周知方法や制度を見直すことが必要などといったご意見をいただいております。今後、こちらの意見を踏まえて、より党活動に参加してもらえるよう、推進活動の見直しを行いたいと考えております。今までは推進活動についてご紹介いたしました。続いて、消費者志向経営のさらなる推進を目的としまして、開催しましたセミナーについてご紹介いたします。 四国4県で着実に消費者志向経営の取り組みが広がる中四国におけるさらなる推進を目的に今年1月にセミナーを開催しましたまた地域経済の活性化に取り組むという点から財務省四国財務局と共催で実施しております開催にあたり経済産業省四国経済産業局徳島県香川県愛媛県高知県から講演をいただいております新型コロナウイルスの影響もありウェブでの配信となりましたが 本セミナーでは講演として消費者庁から消費者思考系とは何か初めて聞き方にも分かりやすく現在の社会経済や政府の動向なども踏まえて解説を行いました。また四国各県の実現事業者から党活動に取り組んだきっかけや具体的にどのような取り組みを実践しているかなどについてご紹介をいただきました。 ここで各事業者の消費者志向経営における取り組みについて簡単ではございますがご紹介をさせていただこうと思いますまず徳島県の共栄様からは農業の継続や発展に向けた取り組み廃棄物や食品ロスの削減に向けた取り組みについて香川県の三和電業グループ様からは脱炭素社会に向けた取り組み寄付などの地域貢献活動社員教育などを通じた人材育成事業の取り組みについて 愛媛県の技能味噌様からは、地元の食,食文化の伝承・発展に向けた取り組み、積極的な情報発信活動や地域の、地域の復興支援活動の取り組みについて、高知県の高知銀行様からは、産業活水化による地域の持続可能な発展に向けた取り組み、地域の豊かな暮らしの実現に向けたコンサルティング機能の強化や、環境保全に対する取り組みなどをご紹介いただきました。 セミナーの視聴者からは良、まあ、かった点としまして、具体的な取り組みが分かった、えー、消費者思考経営について理解が深まった、実践していきたいといった意見をいただいておりますと。事例紹介することで、事業者が消費者思考経営を身近な取り組みとして感じていただけたのではないかと考えております。しかしその一方で、実践宣言の前後で変化や自主統一の過程を知りたかったという意見もあり、まあ、視聴者が求めるコンテンツを内容に盛り込む必要があるのではないかと考えております。 今後は全国各地で同様のセミナーを開催し、取り組みのさらなる普及啓発を図ってまいりたいと考えております。これで前半の説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。それでは引き続き、徳島会場の担当者から説明をお願いいたします。続いて、事業者がより良い効果が得られるような新たな施策を検討するために行ったアンケート・ヒアリング調査の結果について報告します。 次のスライドをお願いします。こちらは調査概要になります。さらなる参加事業者の増加を目的に、徳島県内の自主宣言事業者36社に対し、参加理由や得られた効果、認知度向上のために必要な取り組みについてのアンケート、ヒアリング調査を実施しました。回答状況については、アンケート調査で36社のうち28社にご協力いただき、回答率は77.8%でした。 また、ヒアリング調査では、三十六社のうち、二十一社にご協力いただき。回答率は五十八点三パーセントでした。次のスライドをお願いします。続いて、調査結果について、ご説明します。まず、当活動を知った情報源について。徳島県が五十七点一パーセントと、最も高い結果となりました。 また消費者庁や経済団体から知ったという事業者もある一方他の事業者から知ったと回答した事業者はいませんでした次のスライドお願いしますこちらは当活動に参加しようと思った理由についてです自社の理念に近い概念であったからが57.1%と最も高い結果となりましたまた 事業活動を行う上で必要な活動であると感じたからや行政機関からの働きかけに協力したいと感じたからといった意見が上位に見られましたヒアリングでも同様の意見が多く見られ参加の決め手となっていることが分かりました次のスライドをお願いしますこちらは当活動への参加決定から自主宣言の作成申請までに要した期間についてです 1>, 1ヶ月以上2ヶ月未満と回答した割合が42.9%と最も高く全体の約7割の事業者が3ヶ月未満という結果になりましたヒアリングでは提出書類の作成やホームページへ掲載する内容の選定など事務面事務的な面で期間を要したという意見と自主宣言が自社にどのような影響を与えるか検討することに期間を要したという意見もありました次のスライドをお願いします こちらは、当活動に参加するにあたり、社内で行った活動についてです。社内広報による周知、経営トップからの発信と回答した割合が、それぞれ50%と最も高い結果となりました。一方で、特に活動は行っていない,いや、周知をしたが特に従業員からの反応がなかったなどの意見も挙げられました。次のスライドお願いします。 こちらは当活動への参加後に感じた効果についてです自社の取り組みをお客様や従業員に発信することができたと回答した割合が71.4%と最も高い結果となりましたまた自社のイメージアップに繋がったや顧客満足の向上につながったなど前向きな意見が多くあった一方で特に得られた効果はなかった効果測定が難しいという意見が挙げられました 次のスライドをお願いします。こちらは当活動における他の事業者への紹介方法と実績についてです特に行っていないが64.3%と最も高い結果となりましたその理由として自主宣言後に肌で感じた効果や変化がなかったや お知らせできるほどの取り組みをしていないと思ったという意見がありました一方で他の事業者へ紹介した事業者からは企業としての信頼につながるや自身の事業所の紹介をする良いきっかけになるというような宣伝効果を期待した意見が多くありました次のスライドをお願いしますこちらは当活動の認知度向上に必要な取り組みについてです 消費者に向けた啓発活動が64.3%と最も高い結果となりました。また、新聞等に参加事業者の取り組みを掲載や CM 等のマスメディアで活動を周知など、より消費者に近いメディアでの周知を求める回答が多いことが分かりました。ヒアリングでも生活拠点での啓発物の設置といった周知を求める回答や、 説明資料の簡素化といった事務面での意見も挙げられました次のスライドをお願いしますこちらは当活動への参加事業者を増やすために必要な取り組みについてです提出資料の簡素化が53.6%と最も高い結果となりましたまた税金の優遇措置など実利を求める回答も多く得られましたヒアリングでは 自主宣言事業者に向けた制度やサービスを求める意見が多く挙げられました次のスライドお願いします続いて、以上の調査結果をまとめたポイントについてですまず、当活動を知った情報源について徳島県が最も多かったことから地方公共団体からの働きかけは当活動への参加のきっかけとなる効果が高いのではないかと考えました 次に、当活動に参加しようと思った理由について、過半数の事業者が自社の理念に近い概念であったから、と回答したことから、当活動に未参加の事業者だとしても、事業を継続する上で、消費者志向経営を実践している可能性が高いのではないか、と考えました。次に、当活動への参加後に感じた効果について、約7割の事業者が自社の取り組みをお客様や従業員に発信することができた。 と回答しており情報発信ツールとして有効ではないかと考えました一方で業績の向上につなげられていないといった意見もあり当活動への参加が直ちに好影響をもたらすとは限らないということが分かりました最後に認知度向上に必要な取り組みについて消費者に向けた啓発活動や新聞等に参加事業者の取り組みを掲載と回答した事業者が多く 今後は消費者を含めた幅広い周知が必要ではないかと考えました以上の結果を受け消費者庁では引き続き地方公共団体と連携し当活,動当活動への参加を事業者に対し呼びかけたいと考えています今回の調査で分かったメリットについては今後より消化させデメリットについても改めて見直しより多くの事業者にとって良い制度となるよう検討していきたいと考えています まとめとしましては消費者志向経営のさらなる推進と消費者志向自主宣言フォローアップ活動の活性化に向け参加事業者の拡大社会的認知度の向上が重要だと分かりましたそのために今後党活動への参加の,参加のきっかけとして効果的である地方公共団体や事業者団体との連携をより強化することや具体的な事例紹介など 視聴者の要望に沿うコンテンツを盛り込んだセミナーやシンポジウムを開催することより多くの事業者が取り組みやすいよう説明用の資料を閉意化すること有料事例を収集すること消費者も含めた幅広い周知活動をこれまで以上に行うことログマークの活用による普及啓発を行うことなどに取り組んでいきたいと考えています。 以上で、消費者志向経営の推進について発表を終わります。ご静聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、質疑応答に移らせていただきますが、まずは、東京会場で質問を受け付け、次に徳島会場から受け付けたいと思います。まず、東京会場からですが、どなたか質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。えっと、 四国を中心に活動をしているということですけれども四国で実宣言をしている事業者の特徴は何かありますでしょうかこちらの質問については私の方から回答させていただきますとやはりあの地元を代表する事業者が多いのではないかなという印象を受けておりますと、まあ、宣言している事業者の多くがえっと地方公共団体やまあ、事業者団体またあの事業者の紹介等からあの当活動に参加されておりますので あの地域を代表する、まあ、事業者であったり、えー、と長年、その地域で活動されている、まあ、事業者が多いのではないかなというあの印象であります。また、SDGs や環境問題なども先進的にあの取り組まれているところについても、あの当活動については積極的に、まあ、取り組まれているのではないかといったあの特徴があると考えておりますす以上です次に、徳島会場ではいかがでしょうか。 あじゃあすみません、ちょっと私から1問させていただきたいんですが、あのやはりですねこの新型コロナのまあ影響とかもあって、試行頸をまあその広めていくという推進活動、これ、いろいろ難しいこともたくさんあったんじゃないかなと思うんですが、それでも試行圏内はあのすごくまあ数字が増えていて、まあ、この原因とか工夫とか、ですねそういったところをあのお聞きしたいですこの質問に関しては、私の方からお答えさせていただきます。 対面での説明にこだわらずオンライン等を活用して講演や説明を積極的に行ったほか県や事業者団体による周知活動への協力といった連携による効果もあると思いますあと徳島県では自主宣言事業者、まあ、主に金融機関ですけども理念や活動が消費者志向経営の趣旨に沿っていると思われる事業者を紹介いただいたりもしました我々の積極的な推進と他機関との連携による相乗効果が現れたものと認識しています すいませんありがとうございます。すみませんもう一問だけいいですかね。えっとスライドのこれは19ページですかねになるんですが、まあの思考経路まあその、まあ、参加にあたっては最も調整が必要だったことということでまあいろいろと主な回答をヒアリングで書いてあるんですが、あの提出書類っていうところで。 結構やはり書類の負担とかってなんか大変みたいな声とか、まあ、聞かれたっていうことだと思うんですけど、なんか具体的にこういう書類なくした方がいいんじゃないみたいな声とか、そういう話があったのか、もしあればお聞きしたいです。具体的な書類についての言及はなかったのですが、まあ、なんの1年に1度フォローアップをするということで、そのために書類を更新したりだとか、ホームページを更新したりだとか、い、え、う、ーえー、手間がかかることにはなるので、 この辺についても少し見直しを加えたらいいのではという声がありました。どうもありがとうございます。では他に徳島は何か質問はありますか。じゃあすみません、徳島から以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。以上で消費者指向経営の推進についての報告を終わらせていただきます。次に消費者政策課のモデルプロジェクトであります SNS を活用した 消費生活相談の実証実験について担当者からご報告いたしますはいあ、私新未来創造戦略本部の岡本と申します東京会場にお集まりの皆様徳島会場にお集まりの皆様えと、またご視聴いただいている皆様本日はどうぞよろしくお願いいたします えすみません。あの画面の切り替えの方よろしくお願いいたします。あ,ありがとうございます。え私から SNS を活用した消費生活相談の実証実験についてご報告をしたいと思います。よろしくお願いいたします。え次のスライドよろしくお願いいたします。 はい。えっ、ー、と、まずはじめに、えーの、本プロジェクトの背景目的、あの、いわゆるなぜこのプロジェクトを行っているかということについてご説明をいたします、えー。近年、ソーシャルネットワーキングサービスの利用増加に伴い、若者を中心に日常のコミュニケーションにおいて、消費生活相談の主要な相談の受付方法でございます。えー、電話を なかなか利用しない傾向がございます。また、青年年齢引き下げによりまして、知識や経験の乏しい18歳から19歳までの消費者トラブル増加も懸念されるところである一方、若者はトラブルにあっても消費生活センターなどの公的な窓口に相談をしない傾向があり、若者の消費者トラブル防止、救済に向けた取り組みの推進が急務となっております。次のスライドよろしくお願いいたします。 このような状況を踏まえ、消費者庁では、消費生活に関する相談しなど多様化について検討するため、2019年3月に若者が活用しやすい消費生活相談に関する研究会を設置いたしまして、 若者な主要なコミュニケーションツールでございます SNS の活用に焦点を当て、いじめ相談や自殺相談といった他の分野の先行事例を参考としながら SNS の消費生活相談への応用と実現可能性について検討を行ってまいりました。 研究の結果、まあ、また及びスライドの真ん中よりちょっと下にございます、徳島県での1ヶ月間の SNS を活用した消費生活相談の趣行の結果、研究会の成果をもとにですね、さらなる分析と検証を重ねていく必要があるんだなというところがわかりました。次のスライドよろしくお願いいたします。このようなことから、昨年度、今年度においては、研究会の結果を踏まえて SNS 相談についてさらに検証検討を深め、 SNS における消費生活相談対応マニュアルの作成およびマニュアルの活用事例の蓄積を目的として SNS 相談を施行することといたしました施行にあたりました無料通信アプリ LINE を活用した消費生活相談窓口を試験的に開設をいたしまして実際に消費者から相談を受け付け寄せられた相談に対応することで検証検討を行いました次のスライドよろしくお願いします 研究会の中で実施した施行については、徳島県でのみ SNS 相談を施行したのですが、昨年度においては実証を行う地域を徳島県と広島市に広げた上、SNS 相談を施行いたしました。その結果、SNS 相談の窓口においては、若年層から多く相談を寄せられただけではなくて、40代、 であったり、まあ、および50代からの相談も一定数あったことや、まあ、文字だけでな、まあ、文字だけでのコミュニケーションに困難を感じる相談員の心理的負担感の払拭は課題でえ、複雑な相談事例については、電話相談に切り替える方が望ましい場合があるなど、いくつか知見を得ることができましたえ。今年度におきましては、さらに実証を行う地域を広げ、兵庫県、和歌山県、広島市、および京都府において施行いたしました。 なお、これまでの施行におきましては、えー、相談対応については、消費者庁が委託する事業者が行っていたところでございますけれども、えー、京都府においては、実際に地域で消費生活相談の受付対応を行っている、えー、京都府消費,消費生活安全センターが相談の受付対応を行う、より現場に即した形で施行をいたしました。 でまた、徳島県においては、2年間の施行をもとに、今年度から全国に先駆けて SNS 相談が本格導入されたところでございます。え次のスライド、よろしくお願いいたします、はいえー。今年度の施行につきましては、えー、実施期間がま終了いたしまして、現在、内容の精査および分析を進めているところではございますけれども、まあ、せっかくいただいた機会でございますので、結果について一部ご報告をさせていただけたらと思います。 なおちょっと今から報告する数値につきましては、まあ、暫定の数字というところもございますので最終的には変動する可能性があるということをあのご了承いただければと思いますえ今年度の施行においては昨年度の施行の課題等を踏まえまして相談の受付を相談員が相談対応を行う相談時間にかかわらず常時行いましたまた実証を行う地域の自治体にご協力いただきまして昨年度以上に積極的に周知広報を行いました その結果、相談件数等につきましては昨年度と比較すると今年度は全体的に数字が増えております。こちら今投影しておりますスライドにつきましては、各件数につきまして昨年度と今年度に分けて各自称地域ごとの数字とその合計値をお示ししているところでございます。まず友達登録者数につきましては昨年度857件だったところ今年度につきましては997件ございました。 着信数、いわゆる相談者様が相談をする際にタップする、相談するというボタンがあるんですけれども、まあ、そのボタンがタップされた件数につきましては、昨年度は164件だったところなんですけれども、今年度は578件と大きく増加をいたしました。あの相談対応を行う相談時間外の着信があの大幅に増加したのが主な要因でございます。 それに伴い、やり取り件数、いわゆるその相談するというボタンをタップした後にです、ね、あのに相談前の相談者ご本人に関する質問にご回答いただき相談者様と相談員がマッチングした件数につきましては昨年度107件だったところ今年度につきましては169件と増加をいたしました相談事例につきましては不審な SMS、メールに関する相談、定期購入で購入した商品の解約にかかる相談 身に覚えのない商品の送りつけに関する相談、また通信、通販サイトで購入した商品の未着に関する相談など、電話や対面での消費生活相談窓口においても、よく寄せられている内容について相談が寄せられました。このことから相談の間口が広がったんだなということが考えられます。続きまして、友達登録をいただいたきっかけについてでございます。 友達登録をいただいた方に対してアンケート調査を実施いただきまして、まあ、登録のきっかけは何を見たんですか見たことなんですかということをお聞きしたところ、チラシ名刺型カードを見てとご回答いただいた方が最も多く、次に自治体の広報誌を見てとご回答いただいた方が多いという結果でございました。実はこれらの収支広報につきましては、実証を行う地域の自治体にとても協力をいただきまして実施したものでございまして、 ご協力をいただいた結果、SNS 相談の窓口について知っていただき、またご利用いただくことにつながったんだなと考えられます。次のスライドよろしくお願いします。続きまして、年代別、性別の件数についてでございます。 こちらにつきましては、相談者と相談員がつながりやり取りをした、先ほどご説明をいたしました、やり取り件数168件のうち、実はこの中にですね、あの、同一の人物による、同一内容の相談というものがございまして、それらについては1件としてカウントした134件について、相談者の属性に分けた件数でございます。年代につきましては、若者及び40代から多く相談が寄せられ、30代及び50代からも一定数相談をいただきました。 SNS、SNS SN での相談窓口は若者にとって利用しやすいというだけではなく、若者以外の幅広い年代の方にとっても利用しやすいんだなということがわかります。性別につきましては相談者、えー、契約当事者ともに女性が多いという結果になりました。次のスライドよろしくお願いします。ありがとうございます。えー、続きまして、時間別着信数についてでございます。 こちらにつきましては、着信数578件を着信になった時間ごとに分けた件数でございます。今年度につきましては、相談受付を常時実施したところ、相談対応を行っていた16時から20時までの相談時間内だけではなく、日中を中心に相談時間外においても一定数相談を、相談が寄せられました。 ここから SNS 相談の利点を生かしまして、相談時間外にも相談を受け付けられるようにすることで、消費者にとって相談の機会を広げ、消費者トラブルの未然防止、被害拡大防止につながるんだなということが考えられます。次のスライドよろしくお願いします。続きまして、情報配信の内容と開封率についてでございます。SNS 相談の相談窓口では、単に相談を受け付けるというだけではなくてですね、 あの実証を行う地域の自治体にご協力いただきながら、まあ、よくある相談事例等について月3回程度、まあ、金曜日に友達登録いただいた方にあの情報配信をいたしました開封率いわゆる送ったメッセージに対してどれだけの人が開封し表示したかについてはテキストのみで情報配信をした日に比べテキストと画像を合わせて情報配信をした日の方が高い傾向が見られました このことから文字だけではなくてその画像などと合わせて情報配信をすることでより効果的な注意喚起を行うことができるんだなと考えられます。次のスライドよろしくお願いいたします。続きまして相談結果についてでございます。友達登録者様へのアンケートの中でご相談をいただいた方に SNS の相談窓口は相談しやすいですかということをお聞きしましたところありがたいことにあの半数以上の方に相談しやすいとご回答いただきました。 その主な理由を見ますと、電話や対面は相談するのをためらうけれども、SNS なら気軽に相談できるであったりとか、消費生活センターに出向くよりも早く相談できることが相談のしやすさにつながっているんだなということが考えられます。その反対に相談しづらいとご回答いただいた方は、ごくわずかという結果でございました。 実はアンケートにつきまして、相談員の方にも実施をいたしまして、その中で SNS だから相談をいただけたと思われるような相談がありましたかということをお聞きしたところですね、あの電話相談またはあの相談窓口に出向くほどでもないと思っている方であったりとか、あと相談窓口の開所時間に来所することが難しいような事情が伺える方などの方から相談があったとの回答がございました。 これらのことから SNS 相談を実施することでこれまで相談をためらっていた人がまあ気軽に相談できるようになるというだけではなくて従来の相談窓口では相談することが難しかった方でしたりあと相談ができなかった方がまあ相談できるようになり若者だけではなくやはり幅広い年代の消費者にとって相談しやすい環境の整備につながるんだなと考えられます次のスライドよろししくお願いいたします。 そこの最後に相談員を対象にしたアンケートの中で SNS 相談について相談員の方からいただいたご意見の一部ご報告させていただけたらと思います。相談対応に用いたシステムにつきましては相談員側の画面にどのように、あ、失礼しました。相談者側の画面にどのように表示されるかを相談員が確認できるようにしてほしいであったりとか、あと相談のやり取りの内容を相談者が後日でも確認できるようにする方が良い。 また、相談者とのセッションが切れていても、都合の良い時に相談員の助言を見てもらうよう,言えるような機能があると良い、などといった貴重なご意見をいただきました。相談対応につきましては、少ない文字数で相談対応に必要な情報を聞き取るに苦心した。また、相談の最初に必要事項をまとめて入力してもらうなど、相談内容を整理してから相談対応を行う仕掛けにする方が良いのではないか。 またその反面、事前の質問項目を増やすと、SNS の気軽さという利点を損なうのではないかといった相談対応時に苦心したことであったりとか、ご提案をいただきました。これらのことから、相談者、相談員間の対話を効率的に行うために、システムの整備、相談対応のオペレーションの検討が必要なんだなと考えております。では最後に、今後の展開についてご説明をいたします。 SNS 相談ナにつきましては、これまで実現可能性やあり方について検討、検証を行い、マニュアルの作成を進めていたところでございます。え来年度につきましては、具体的な内容につきましては、現在、検討中のところでございますけれども、今年度の実証、事業の結果などをしっかりと踏まえながら、SNS 相談ナの全国展開に向けて、引き続き検証、検討を進めてまいりたいと考えております。次のスライドよろしくお願いします。 最後になりましたが、えっ、ー、と本プロジェクトにつきましては、えっ、ー、と公益社団法人全国消費生活相談員協会様、また京都府様、兵庫県様、和歌山県様、あと広島市様、その他関係する皆様にえっ、ー、と多大なるご協力いただき、事業を実施することができましたほど、この場をお借りして御礼申し上げます。ありがとうございました。私からの報告は以上でございます。ご清聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。それでは、質疑応答に移らせていただきます。 まず、東京会場からですが、どなたか質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。 あ,あの、ご報告ありがとうございました。非常な貴重な話を聞いて、えー、非常に参考になりました。えっ、ー、と、一点だけ教えていただきたいことがあるんですけれども、えー、確かにこの SNS 相談、すごくいい取り組みだなというところではあるんですが、まあ、実際これを、えっ、ー、と、市民の方、えー、に、こう、知っていただくっていうことが非常に重要かなと思っているところなんですけど、資料の中に昨年度以上に積極的に周知広報を実施したというふうにあったんですけれども、もう少しちょっと具体的に、どういう形で工夫されたところとか、 もしくは、周知広報にあたてすごく苦労された点などありましたら教えていただけると大変助かります。よろしくお願いします。周知広報の具体的な手法について、えっと、ご説明、あ、ご質問いただき、ありがとうございます。 えっと、実は、あの、従前からその、チラシや名刺型カードというのは、まあの、昨年度から、あの、あの、まあ、配布、周知、あの、に、等していたところなんですけれども、今年度は、あの、えっと、民間施設も視野に入れまして、えっと、まあ、実証、あの、フィールド自治体様にご協力いただきながら、まあ、あの、コンビニなど、そういったところにも、あの、視野に入れながら、あの、配布をさせていただいたところでございます。 えっと、合わせまして、ちょっと兵庫県様の事例になってしまうんですけれども、まあ、SNS 上の広告というものも,のも、えーと、兵庫県様の、えー、とご協力をいただき、えーまあ、プラスアルファとして実施したところでございます。すみません、以上です。すみません、えっ、ー、と、 今回、SNS の相談志向の内容のところの4ページのところなんですけど、その実施主体が相談員協会のところと、えっと、京都府さんとあったと思うんですけれども、これの違いってどういうところにあるんでしょうか、お願いします。ありがとうございます。えっと、まあ、あの相談員協会はですね、えっと、まあ、なんていうんですかね、えっと、まあ、地域で、 あの、相談、電話や対面の相談受付対応を、あの、まあ、日常的に、日常的にというかですね、その協会自体が、まあ、行っていないというところもございますけれども、まあ、京都府の消費生活センターはもちろん、ま、あの、普通に地域で、まあ、京都府様、京民様を対象に、そうあの、まあ、電話や対面の相談受付を行っているところでございます。 なんであので京都府様につきましては、そういったあの電話や対面の相談受付を行っている団体がプラスアルファとして SNS 相談を実施したというところに違いがあるんだなというふうになります以上です,すみません、ちょっと追加の質問ですけれども、そのえっと、実際にこれを運用すると当たったときに、全国的にこの まあ想定としてはど,どういうふうになるんでしょう、普通に考えると、商船の相談員さんが受け付けるのかなと、まあ、京都府のイメージだったんですけれども、その相談員協会さんが入ってくることによって、現状の相談員さんとの関係性であるとか、でまあ、今後どう、どうありたいのかみたいなところがあれば、教えてくださいいありがとうございます、えー、とまあ今後の,あの展開について、ご質問いただきありがとうございます。 えっと、まあ、あの、おっしゃるとおり、消費生活相談は、まあ、自治事務でございますので、基本的には地方自治体の消費生活センターにおいて、まあ、あの、現状の、まあ、電話対面での相談に加えて、まあ、SNS を活用した相談対応も行っていただくことを、まずは検討していただくようになると思います。えっと、現在はあくまで施行という枠組みの中で、えっと、検討を行っておりますので、その中で、まあ、実際にその相談を SNS 上で受け付けて対応いただける団体を、まあ、あの、えー、まあ、募った、入札により、あの、募ったところ、あの、まあ、 相談員協会様にまあ手を挙げていただきあの試行しているところでございます。すみません、以上です。すみません、ありがとうございました。他に質問のある方、はい、ご発表ありがとうございます。えっと今あの。 まあ、通常はあの京都府さんみたいに、えー、と県のセン,ター、まあ、センターの方で、えー、相談を受けるということになるんだと思いますけれども、えー、と今回その昨年までの実証と、まあ、同様に、えー、全国消費生活相談員協会の方が対応しておられたあ兵庫県さん和歌山県さん広島県さんの 思考と消費生活センター自らが今回対応した京都府さんとの思考とで結果としてその大きく異なっていたような点というのはございますでしょうか。またあの京都府さんにおいて過去年度の実証では見られなかったその実施におけるあの難しかった点というところはございましたでしょうか。あのご回答お願いいたします。 ありがとうございます。えっと、まあ、あの、えっと、兵庫県、和歌山県、広島市の施行と京都府の施行における、まあ、違、結果の違いについてご質問いただいたものと承知しております。えっと、実は、あの、京都府での施行の結果なんです、あ、結果についてなんですけれども、非常に有益な知見を得られました。えっと、具体的には、その、今まで SNS 相談で受け付けた相談からですね、まあ、電話相談に切り替える事例はあったところなんですけれども、実はその、京都府における事例ではですね、電話で受け付けた相談について、 SNS であの気軽にその画像をやり取りができるという利点を生かして、電話で受け付けた相談について SNS を活用して、相談者から画像を送ってもらったという、電話から SNS に切り替えるという事例がございました。でこの点については、単に SNS 相談についてはその相談の間口を広げるだけではなくてですね、の他の相談対応手段とまあ連携を図ることで、より効果的なまあ相談対応を図れるんだなというふうに考えております。 ちょっと二点あの二ついただいたそのまとめての回答で申し訳ないんですけれどももしあのはい、不足ございましたら追加でご質問いただければと思います。はいご回答ありがとうございました。えっとあ今のご回答にまくえっと重ねてというかあのまあ関連する質問なんですけれどもえっと今回はその京都府産で新しいその実証の体制だったと思うんですけれどもその体制を実施する上であの。 工夫されたところ、事前に手当てされたようなところっていうのはございましたでしょうか。ありがとうございます。えっと、そうですね。あ、すみません。先ほどもご頂戴したご質問、一点漏れてます。失礼いたしました。実は、その当初、その共同運動消費生活センター様が、その相談対応する形の思考というのがですね。本当に実現できるのかとか、その、まあ、普段から。 電話相談等で対応している、まあ、相談員様がほとんどなので、結構反感が、反感というか、あの抵抗があるんかなと思っていたところなんですけれども、実はそのあんまり抵抗感なくですね、じゃ,じゃあ、ちょっとやろうかっていうふうな形で、京都府様の思考を、まあ、実施させていただいたところでございます。 京都府さんはそんなに違和感なくあのこの実証を引き受けてくださって、えー、と一緒にやってくださったということだと思いますけれどもあもう1つ追加で質問なんですが、えー、SNS 相談をです、ね、今後その各地の消費生活センターで実施していくためにです、ねえー、ご担当として必要だと思われることとして、えー、今回そのハード面 の部分以外でですね準備しておいた方がいいようなあこととかあ、まあ、消費者への周知,周知が、えー、昨年よりも今年は頑張られたということでしたけれども、まあ、そういったところを含めて、特にこういうことをあのハード面以外で準備した方がいいよというものがあれば教えていただければと思います。 ありがとうございます。えっ、ー、と、先ほどのちょっとご回答と重なる部分があるんですけれども、従前からその消費生活相談においてはですね、電話や対面で相談を受け付け対応するという手段をとっておりましたので、その文字で受け付けて対応する、またあの、それがメールではなくて SNS で対応するというところで、やはり全然そのやり方であったりとか、コツというところで違った部分がございます。 まあそういったところであの我々はその SNS などの対応マニュアルを絶賛作成しているところなんですけれども、あのマニュアルの内容についてまあご確認いただいてあの十分にあのあのまああのご納得いただいた上でまああの実施していただければと思っております。以上です。はい、ありがとうございました。他に質問がある方。 あすいませんあのちょっと遅れてきたんですでにあのご説明があったり回答されていたんだったらお許しいただきたいんですけれども SNS 相談のメリットとしておそらくあの時間外、えー、消費生活センター等の時間外に受け付けられるっていうところがあると思うんですけどその場合時間外に受け付けてそれを時間内に返した場合その相手からの、まあ、もしさらなる なんか返信とか相談があった場合、それがまた時間外でないと来ないというようなことが起こると、結局で、で電話だと30分で済むのが実は1週間かかるということがありうるのかなと、その理,理論的にはですねあるんですけど、実際やってみて、やっぱり何日間もその相手の人は相談者は夜中しかできない。であのた相談はまあ昼間 というかまあ8時までですかだからっていうので何日間もかかるというような事例があったのかっていうのあるいはそういう問題があるのかっていうのが一つともう一つは SNS とか電話と違いまして電話だったらあの電話の回線があの限界になるんですけど SNS っていくらでも受け付けられると思うんですけどまあそんなにたくさんはないからこれぐらいだったらそんなことは起こらなかったかなと思うんですけども。 たくさん来すぎてあのこんなに処理できないようというようなことがなかったのか以上2点についてお願いします。ありがとうございます。えー、と1点目のご質問、あご質問すみません、頂戴してありがとうございます。1点目のご質問があの複数日かかるのではないか、それはデメリットではないんですか、というふうなご質問を頂戴したと思います。ありがとうございます。えー、と実際そのえー、と ちょっと具体的に何日っていうのはちょっとあの回答を控えたいと思うんですけど、まあ複数日、まあ2日以上にわたった事例はあるというふうに報告を受けております。ただですね、それが必ずしもそのデメリットというわけではなくてですね、えっと、まとまったその電話をその、えっと、まあするためにまとまった時間を確保できないけれども、例えばあの、ライフスタイルに合わせて、まあ家事の合間合間であったりとか、あとまあ,しあの仕事の合間合間にまあご相談。 ないし、あの、えっ、ー、と、メッセージを送っていただくことで、まあ、断続的に対応するということは、まあ、一種のその SN、SNS 相談のメリットとして、えっ、ー、と、まあ、あの、受け止めているところでございます。ただ、おっしゃるとおりさ、えっ、ー、と、まあ、あの、複数日にわたることで、えっ、ー、と、まあ,あの、相談員にとってはあの、負担にかかるという部分もございますので、そういった部分のオペレーションについては、引き続き検証が必要なのかなと思っております。えっ、ー、と、2点目が、その、SNS はたくさん来すぎて、まあ、処理できないんじゃないかっていう鋭いご質問ありがとうございます。 えっと、大変申し訳ないんですけど、あの、今年度のその件数をまあ見ますと、そんなにいっぱいたくさん来すぎてるっていうわけではなくてですね、まあそういった実あの事例は実際なかったんですけれども、ただですね、えっと、まああの、今回システム上で例えばあの、回線数を設定できたりとか、あとその、えっと、混雑時における対応もですね、まあ、すぐ回答できないんで、ちょっとあの、まあ、ちょっとしたらまたこっちから、あの、回答できるようになったら回答します。である自動とメッセージを、 まあ返信するなどしてあのご対応しましたので、その点については特に問題なく対応が完了したところでございます。すみません。以上です。他に質問の方すみません。ちょっと追加で教えていただきたいんですが、ちょっと昨年度からの継続の取り組みっていうところもあるので、もしあの昨年度質問があった件だったら申し訳ないんですけど、まずその line を選ばれた理由っていうところで、今の先ほどご質問あった。その？ あの何日にも渡っちゃうんじゃないか、相手の返事が来るまで待たなきゃいけないんじゃないかっていうところを解消するのであれば、チャットの方がリアルで終わりますし、受付件数が増えていた、もうチャットボットのチャット の場合ですね、友人チャットの場合であれば、えー、と対応者がいない場合は現在対応者いませんのでっていう返信もできあの自動応答もできるっていうところで問題はクリアできるかなと思うんですけどあえて LINE を選ばれた理由というところが知りたいのとあとそ LINE 上でこう情報を登録されたものに関して通常の相談員さん電話受付対面の場合はあの別システムパイオネットの方に登録されていると思うんですけれども LINE で登録来たものっていうのはどのようにその 相談員さんは処理をされてるのかっていう点。あとラインでやった場合のそのセキュリティの考え方っていうのはどのようにされてたのかっていうのを簡単に教えていただければと思います。以上です。ご質問いただきありがとうございます。えっとパスご質問いただいているところであの非常にちょっとあの嬉しいというかですね。あと時間がかかってしまう申し訳ないんですけれども。まず一点目がそのウェブチャットでやればいいのになんでライン使ってるんですかっていうところなんですけれども。えっとそもそもですね。えっとこのえっと。 今その、えーと、この事業のスタート地点がです、ね、若者が活用しやすい、まああのまああの、若者に使ってもらいやすいような、えー、と手法を使って、まあ、相談を受け付け対応してもらおうというところで,です、ねまあ、コミュニケーションツールとしてあの定着している SNS を使おうというところが、まあ、あのまず前提にあってです、ね、そういう流れから、まあ、SNS を使うということで、まず Web チャットではなく SNS を使うというのがまず前提としてございます。 で数ある SNS の中で、なんでじゃあ LINE なのっていうところなんですけど、それはちょっと、総務省の,まああのちょっとまあ調査結果になるんですけど、まあ、LINE のえと使用率は90.3% 90. と、非常に高いということもございますので、えっと、結果として LINE を使ったということでございます。 えっと、あの、相談を受け付けた後のパイオネットへの入力の処理について、二点目でご質問いただいたと思います。えっと、すみません。あの、そう、えっと、おそらくパイオネットへの入力は、えっと、地方自治体の消費生活センター等において、まあ、入力されていると思いますので。ちょっと、まあ、全国消費生活相談員協会様は、そういった対象外ですので、そう、あの、まあ、そういった、えっと、全国消費生活相談員協会様を受け付けた事例については、パイオネットへの入力はしていない。ところなんですけれども。えっと、京都様の、あの、思考においてですね、京都府の消費生活センターが。 受付を行っておりますので、もちろん LINE で受付けた相談についてもです、ね、パイネットに入力をしております。最後、3点目がセキュリティ対策、大丈夫なんですかというふうなご質問をいただいたところでございます。 えとこちらあの、まあ、セキュリティ対策、万全の,、はい、あの、それに沿った、まあ、システムを導入しておりまして、具体にはです、ね、あの相談のやり取りはです、ね、LINE の,のトークルーム上では行っておらずです、ね、LINE から相談のやり取りを行うウェブチャットに誘導するような、まあ、システムを導入いたしまして、まあ、相談内容等の,、まあ、あの,あの機密情報、まあ、大事な情報が LINE 者、ね、様にあの蓄積されないようなシステムを構築した上で、相談の受付対応を行う。 まあそういったことで、ああ特にセキュリティ面はあは万全な、直接消費者庁とそのえシステム会社さんが、契約関係にあるシステム会社さんが、消費者庁のセキュリティポリシーに沿っていることを確認した上えで、相談事業を実施しておりますので、その点はあの特に問題ないというか、ですね、そこら辺はしっかりあのしているところでございます。 すいませんほとんど東京で聞きたいことは聞かれてしまったんですけれども <laughs> 残った質問としてその基本的にこの SNS 相談 LINE を使う場合 LINE は玄関口でやっぱりあの話を聞いていくとどうしても電話とやハイブリッドでやらざるを得ないみたいな感じに私は理解はしてたんですけれども、まあ、今回令和3年度の,あのやり取り件数で164件だったと思うんですが。 まあ大体この164件というのは結構、電話を使ったハイブリッドがあの多かったのかそれが分かるかというのが1点とあと、やっぱり SNS の相談を受け付けた場合の,そのパイオの入力というのがやっぱり課題かなと思うんですけど実際にその相談を受け付けてパイオの入力をされている京都府の方から何かしらそのパイオに関して要望とか何かしらこうご提案みたいなのがあったかというまあ2点お願いできればと思います。 ありがとうございます。えっと、電話相談へ切り替えた事例が多いのか少ないのか、であったり、今、まあ、LINE 上で解決した事例が多いのか少ないのか、ということでご質問を頂戴したいと思います。まあ、1点目がちょっと、やり取り件数169件にかかる内訳についてになって、なるんですけれども、えっと、実はもうほとんど、えっと、まあ、あの、LINE 上、あの SN、SNS 相談上で解決をしておりまして、えっと、電話に切り替えた事例が4件でございます。なので、あの、それ以外は、まあ、基本的に、まあ SN、SNS 上で、まあ、対応して完了しているところでございます。 えとあと最後にあの二点目がですねあのまあパイネットの入力についてなんですけれども特に京都府様からあんまりそのなんかご意見であったりとかそういったことはあのいただいておりませんで現状あまりその点についてはあのはいあの課題というかその何かっていうことは現状ございません以上ですはいありがとうございますそれでは他徳島側質問はありますかじゃあ徳島もう一問あります。 すいませんそしたら1点だけあの質問させていただきますあの。ページ数で言ったら6ページなんですけど、あのここにあの友達登録のきっかけということで、ああのアンケート結果がありまして、ま、それで一番多かったのが、まあ、チラシ名刺型カードということで、少しちょっと東京側の,あの質問と被るかもしれないんですけど、この、えー、配布の仕方といいますか、あのコンビニ コンビのさんにあのご協力いただいたということで、先ほどちょっと回答があったんですけど、コンビニ以外であの配布した方法など、もしご存知であればあの、教えていただきたいなと思います、例えばあの新聞の折り込みであの入れたりだったりとか、また名刺カード、名刺型カードでしたら、あのポケットティッシュにして、駅前で相談員さんが配ったりしたのかとか、もしあのご存知であれば、教えていただきたいと思います以上です。 はい、すいません。あのチラシ面子型カードの配布先配布方法についてご説明いただきありがとうございます。ちょっとあの誤解があっては悪い、あのまずいと思いますので、ちょっと追加的にご説明になるんですけれども、ちょっとコンビニ以外でも、もちろんその公共施設であったりとか、そういったあの各学校、大学等に配布しておりまして、まあ、高校生につきましてはですね。えっと、まあじあの自治体に協力をいただいてですね。あのまあ、各ぜ全校生徒の配布等を進めていたところでございます。で、その他その民間施設に対してもそのコンビニ以外でちょっと面白い事例ということで、ちょっとピンポイントで申し訳ないんです。けど けれども、あの政教広島さんにあのご協力いただきましてあの会員にえのついにちょっと会員の皆様にあの配布しているまあ,あのえー、とっとんてうですかチラシですかねかなんかあのえっ、ー、とパンパフレットというか商品一覧みたいなカタログみたいなものがあるんですけれどもそこにまあ一緒に。 織り込ましてもらってですね、あのまああの単に置くだけではなくて個人にかあの渡してもらえるというありがたいこともさせていただいてですね、まあその結果もございましてあの広島様につき、あ広島市の相談ケースにつきましてはまあそういったこともあってまあ軍と途中から伸びたということはございます。そ以上です。はい、ありがとうございました。それでは他徳島質問ありますか。それではあの徳島から質問は以上になります。ありがとうございました。 ありがとうございました。以上で、SNS を活用した消費生活相談の実証実験についての報告を終わらせていただきます。次に、どうかのモデルプロジェクトでありますデジタル技術を活用した情報発信・普及啓発について、担当者からご報告いたします。新未来創造戦略本部の名蔵と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 画面の切り替えをお願いします私からはデジタル技術を活用した情報発信普及啓発についてご報告いたします次のスライドをお願いしますまずはじめに本プロジェクトの背景についてご説明いたします近年パソコンやスマートフォンをはじめ多種多様なデジタル機器サービスが生まれており消費者の日常生活にも大きな変化をもたらしています こうしたデジタル化の急速な変化に伴う消費者トラブルの増加が懸念される一方、情報発信、啓発ツールとしてのデジタルデバイスの活用も課題となっています。また、2022年4月の成年年齢引下げにより、知識や経験の乏しい18歳から19歳の消費者トラブル増加も懸念されています。このため、消費者庁ではデジタル社会に対応したツールを活用し、若年層をはじめ、 幅広い世代のライフスタイルに対応した情報発信や普及啓発を実施してまいりました次のスライドお願いしますこれまでの取り組みとしましてはデジタルプラットフォームの利用者向けハンドブックを活用した普及啓発活動と消費者保護のための啓発用教材の開発を行い2021年4月には啓発用教材デジタル消費生活へのスタートラインと デジタルプラットフォームとの正しい付き合い方を公表しております。次のスライドをお願いします。今年度はデジタル技術を活用した情報発信、普及啓発を戦略的に展開し、消費者の年代、特性に合わせて効率的、効果的に情報を届けることを目的とし、これら2つの取り組みを行ってまいりました。次のスライドをお願いします。 まず1つ目の取り組みとしまして消費者保護のための啓発用デジタル教材を開発した調査実証事業についてご説明いたします次のスライドをお願いします実証の概要としまして先ほどもお伝えしたとおりインターネット通販の増加やキャッシュレス決済の普及など社会のデジタル化消費生活のデジタル化が進展する中でこうした変化に対する消費者の理解は十分とは言えず デジタル技術が不適切に用いられることにより、脆弱性が生まれるなど、デジタル技術に関する知識や、デジタル機器、サービスを適切に利用する能力、デジタルリテラシーが不足していることで、消費者トラブルにつながる可能性があります。また、消費者のトラブル防止、回避、解決のため、デジタル機器、サービス等を正しく利用する知識や能力を身につけることが必要と言えます。そのため、 消費者がデジタル技術を用いて自ら知識を習得でき消費者教育の現場でも活用可能な啓発用デジタル教材を開発し消費者庁新未来創造戦略本部において啓発用デジタル教材を活用した効果的な啓発手法の構築のための実証事業を実施いたしました。なお本事業では教材の開発実証を効果的効率的に行うにあたり 制作したデジタル教材の内容監修を含め、本授業に関する評価を受けることを目的として、学識経験者、教育関係者、消費者団体及び ICT 企業の代表者などで構成した、消費者保護のための啓発用デジタル教材開発に向けた有識者会議及び青年向け教材開発分科会を開催いたしました。次のスライドをお願いします。 消費者保護のための啓発用デジタル教材開発に向けた有識者会議は、鳴門教育大学の坂本由か准教授をはじめ、ご覧の10名の委員で構成し、オブザーバーは文部科学省をはじめ、徳島県の教育委員会など、ご覧の機関にご参画いただきました。次のスライドをお願いします。有識者会議は、令和2年11月5日を第1回目とし、計8回開催いたしました。 主な議事についてはご覧の通りです。次のスライドお願いします。青年向け教材開発分科会については、有識者会議委員でもある公益社団法人、消費者関連専門家会議、Acap の坂倉忠夫専務理事を座長とし、7名で構成しました。オブザーバーはご覧の通りです。次のスライドお願いします。青年向け教材開発分科会は、 令和3年6月21日を第1回目とし、計4回開催いたしました。主な議事についてはご覧の通りです。次のスライドお願いします。こうした有識者会議、分科会での議論を踏まえ、高等学校の授業及び企業内の研修での活用、ケーブルテレビ放送による一般の利用を想定した動画コンテンツやテキストなどを制作いたしました。次のスライドお願いします。 制作した教材の一覧はご覧の通りです。高校生向けの教材としては、有識者会議での検討を踏まえた家庭基礎指導計画モデルをベースに5言文のテーマで制作しました。青年向けの教材としては、若年者層、中高年者層で、それぞれに合ったコースを選択できるように、2つの e ラーニングと学習動画を制作しました。なお、高校生向け、青年向けと分けて記載していますが、 どの教材もすべての世代の方が学べる内容となっております。次のスライドをお願いします。動画は全部で13本制作いたしました。そのうち新しい学習指導要領に対応させ、授業等で活用していただくために、高校生向け教材として1本、特に20代の若年者を中心に増加傾向にある消費者トラブルについて理解を促すことを目的とし、企業等で活用していただくため、 青年向け教材として4本制作しております。次のスライドお願いします。テキストワークシートはカスタマイズして活用いただけるように、パワーポイント形式の教材としており、合わせて19本制作いたしました。また、主に高校生向けの授業用教材としてご活用いただくことを想定し、教師が授業準備をする際の参考となるよう、教師用指導手引書を制作いたしました。 次のスライドをお願いします。アプリと e ラーニングについては合わせて7本制作いたしました。次のスライドをお願いします。次のスライドからは、えっと、こちらのスライドからは実証事業についてご説明いたします。制作した教材が各世代に向けた効果的な消費者教育教材となっているか、内容の検証及び当該教材を活用した効果的な啓発手法の検証を目的として、 福島県内の高等学校における実証授業、企業内における青年消費者向け研修、福島県内のケーブルテレビにおける消費者向け情報配信を内容とする実証授業を実施いたしました。実証から教材完成までは図のような流れで進めました。次のスライドをお願いします。まず、高等学校における実証からご説明いたします。高等学校における実証については、 有識者会議の委員である山本委員が所属される徳島県立上等高等学校と西村委員が所属される徳島県立阿南光高等学校にご協力いただきました。実証のスケジュールは教員研修を令和3年11月中旬から下旬の間に1日程度実施し、その後令和4年1月まで実証授業を行っていただきました。実証の内容は 生徒の実態等に合わせて使用する教材を選択していただき、授業の様子を有識者会議員が現地で視察を行う視察授業、オンラインで授業を行う遠隔授業、そのほか実証期間中に通常の授業内で使用していただく通常授業の3つの形式で実施し、授業後には教材に関するアンケートを生徒に行いました。次のスライドをお願いします。青年消費者向け研修については、 パナソニック株式会社、明治安田生命保険相互会社、株式会社ときは、株式会社富士未来の県内外4社に企業内での研修としてご協力いただきました。実証スケジュールとしては、令和3年11月中旬に企業担当者向けの説明会を1から2回程度行い、実証研修期間は令和3年12月から翌年1月までとし、 期間内に受講者への研修後アンケートも実施しました。実証の内容は若年者層向け、中高年者層向けとして世代別にテーマを分けたコースのうち、自身の世代に合ったコースの e ラーニングを選択して受講していただきました。また、両コースともに全5テーマで構成され、全5テーマもしくは任意のテーマを選択し受講していただきました。次のスライドお願いします。 消費者向け情報配信については、ケーブルテレビ徳島株式会社にご協力いただき、主に徳島県内の視聴者に向けて、制作した動画を番組内で放送しました。配信コンテンツは、制作した動画13本のうち、青年向け教材及び共通教材としている12本で、令和3年12月1日から翌年1月21日までの実証期間中、5分枠30回、15分枠22回と、 一日一回各動画5から7回ずつ放送していただきました。動画の最後にはウェブアンケートへの協力依頼とウェブサイトに案内する二次元コードを表示し、視聴者からアンケート回答を得ました。次のスライドお願いします。次に実証の効果検証についてご報告いたします。なお、本日ご報告する結果に関しましては、現在取りまとめ中であるため、 速報として一部抜粋版をご報告させていただきます。高等学校における効果検証では、1限目、情報の収集、比較と意思決定の教材についてご説明いたします。テキストに関するアンケートでは、分かりやすかった、理解できたという項目に、当てはまる、やや当てはまると回答した生徒は半数を超えていました。次のスライドお願いします。 同じく1限目の学習動画については、面白かった、わかりやすかった、理解できたの項目に、半数以上の生徒が、当てはまる、やや当てはまると回答していました。次のスライドをお願いします。1限目のアプリについては、画面が見やすかった、わかりやすかった、理解できたの項目に、6割以上の生徒が当てはまる、やや当てはまると回答していました。次のスライドをお願いします。 ワークシートについてはボリュームはちょうど良かったと回答した生徒はおよそ6割でした次のスライドお願いします1ゲーム目の授業は複数のクラスをオンラインでつなぐ遠隔授業の実証で使用したため遠隔授業についてのアンケートも行いましたその結果画面が見やすかった聞き取りやすかったの項目ではおよそ半数の生徒が当てはまるやや当てはまると回答していましたが 改善不良が起きたクラスもあったためか、快適に受けられた、また受けたいの項目に当てはまる、やや当てはまると回答した割合は、およそ4割にとどまりました。次のスライド。次のスライドをお願いします。1限目の授業全体の難易度に関しては、半数の生徒がちょうど良かったと回答していました。しかし、 さらに勉強したいかの項目で当てはまるやや当てはまると答えた生徒は4割程度にとどまりました。次のスライドをお願いします。その他2から5件目の教材に関するアンケート結果も含め高等学校における効果検証の総括と課題として全体的にわかりやすかったという回答が多く教材そのものへの評価は高かったもののボリュームが多いなどの課題が挙げられました。 次のスライドをお願いします。続いて、青年消費者向け研修における効果検証についてご報告いたします。年代別に e ラーニングの受講経験を問う項目から、30代以降の受講者のうち、7割以上は過去に e ラーニングを受講した経験があると分かりました。次のスライドをお願いします。今回の e ラーニングを受講した場所については、全年代で共通して、 会社にて受講した従業員が多いことが分かりました。少ないですが、その他の回答には、出先や通勤電車などでの受講が含まれています。また、e-learning を受講する際に使用した端末については、ほとんどの受講者がパソコンを用いていたことが分かりますが、特に20代では約半数がタブレットやスマートフォンを使用していることが分かりました。次のスライドお願いします。 e-learning 研修の各コースについて、各5テーマ中2テーマ以上回答をした受講者を年代別に集計しました。事前にまんべんなく受講するよう、企業内で周知していただいたこともあり、テーマ間で大きな偏りなくアンケート回答を得ることができました。次のスライドをお願いします。次のページは、テーマ別に理解度を比較したグラフです。内容を理解できたかという項目に対し、 ほとんどのテーマで9割以上の方が理解できたと回答していますが若年者層向けテーマ3を受講した40代50代と中高年者層向けテーマ3を受講した20代は9割に満たなかったことが分かりました次のスライドお願いします次のグラフはデジタル社会の消費者問題について理解が深まったかという項目への回答結果を年代別に示しております 20代の受講者が最も理解を深めていることが分かりましたが、年代による大きな差異はあまり見られませんでした。次のスライドをお願いします。これらの結果から、青年消費者向け研修、効果検証の総括と課題としては、全体的に勉強になった、理解できたという回答が多く、e-learning 研修の画面表示や操作性についてはおおむね問題ありませんでしたが、 スマートフォンやタブレットにおける操作性の評価や改善要望のコメントも多く見られました。次のスライドをお願いします。次に消費者向け情報配信効果検証についてご報告いたします。動画を視聴した後に行ったアンケート結果から2件以上回答があった電子商取引の契約とは4分53秒の動画について 動画の長さは視聴者の約7割がちょうど良いと回答しており、8割が分かりやすかった、理解できたと答えていました。次のスライドお願いします。同じく2件以上回答があった c to c 取引と注意点3分27秒の動画について、動画の長さは8割以上がちょうど良いと回答していました。 今回は時間の都合で一部の結果を速報という形でご報告するのみとなりましたが、教材をよりよく効果的なものへ改善するため、これらの検証結果と有識者会議委員の指摘を踏まえて教材回収を行い、合わせて報告書を取りまとめているところでございます。次のスライドお願いします。最後に本授業の今後の取り組みについてご説明いたします。 本事業の今後の取り組みとしましては、今後有識者会議の検討結果やデジタル教材の実証結果を報告書として取りまとめ、開発したデジタル教材とともに公表する予定です。また、実践的な消費者教育の推進に資するよう、デジタル教材の普及啓発を行うことを予定しており、高等学校の授業や企業内での青年消費者向け研修を含む幅広い世代に向けた消費者教育の現場で、 活用していただけることを期待しております。一つ目の取り組みについての説明は以上です。次のスライドお願いします。続きまして、二つ目の取り組みである消費者庁 LINE 公式アカウント、消費者庁若者ナビでの情報発信についてご説明いたします。次のスライドお願いします。概要としまして、若年者はスマートフォン経由で情報を得る傾向が強いと言われており、 行政機関が従来実施してきたテレビ地上波や新聞などのマスメディアを通じた情報発信では十分に伝わらないといった課題があります。このような状況のもと、全国の主に高校生から20代の若年者層を対象とし、消費者トラブル関連の情報発信及び被害に遭った際の行動支援を行うため、令和3年8月に消費者庁 LINE 公式アカウント 消費者庁若者ナビを解説し、運用を開始いたしました。この消費者庁若者ナビを活用し、情報発信、普及啓発を戦略的に展開しています。次のスライドをお願いします。このページでは、これまでの主な配信内容や企画をご紹介しております。また、令和4年3月17日現在の友達登録者数は7,846名です。 今後、登録者数を増やしていくことが課題となっております。消費者がデジタル技術の利便性を活かしながらも、トラブル防止、回避、解決できるよう、消費者意識の向上を促進し、主に若年者を中心とした消費者の自立にも貢献するため、消費者庁若者ナビを運用してまいります。次のスライドお願いします。以上で私からの報告を終了いたします。ご清聴ありがとうございました。 ありがとうございました。それでは質疑応答に移らせていただきます。まず東京会場からですが、どなたかご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。すみません、えっと一点を、あ、えっとデジタル教材の方で一点、あと若者ナビの方で一点教えてください。 えっと、まず、企業と高校とで検証されたということなんですがそれぞれの,その参加された方からのご反応とかあとやっていく上でどういった課題があったのかというところを教えてくださいで若者ナビの方はえっは、と、どういった内容を実際に送ったのかというところを教えていただければと思います。ご、はい、ご質問ありがとととうございます、えっと、企業と高校での実証におけるあの感想と課題 等についてご質問あったかと思うんですが、えー、と高校での検証については、えー、生徒の反応というところでありましたら、えー、と先ほども説明していただいさせていただいた通り、えー、全体的に関心を持って熱、ね、心に授業を受けてもらったという印象があります、えーと。特に動画については集中して見ていてくれたのかなという思いであります。 でえー、と今回の実証でご協力いただいた先生の授業では、えー、と今までは教科書や社会の扉など主にあの紙媒体の教材を用いて授業を行っておられたとのことで今回の実証のようにタブレットを用いた授業というのは経験が少なかったのかなと思っております、えー、とそのため、えー、の事前研修などを行ったんですけれども短い時間にもかかわらず えっと、事前準備等の面はご迷惑をおかけした部分もあるかなと思っておりますが、各先生ごとに工夫を凝らした授業を行っていただきました。えっ、ー、と、徳島県内の高校では、一人一台タブレットが配布されているため、えー、ぜひ本、教材を活用していただければなと思っております。えっ、ー、と、企業での実証についてなんですけれども、ちょっとあの、企業内で、 研修しているっていうところを直接見ることを、見る機会がなかったので、詳しいあのことはアンケート結果からしか見えないんですけれども、えっ、ー、と、全体的にあの教材についての評価は高かったと感じております。えっ、ー、と、学校とのち、学校と違いまして、まあ、年齢層が様々なので、えー、クイズですとか動画の難易度などに改善点が、改善点についても、あの、要望があったかなと思っています。 で、えっ、ー、と、e-learning の教材について実証を行ったため、えっ、ー、と、空き時間を利用して、まあ、例えば、あの、電車内での通勤時間とか、そういった空き間、空き時間で、えっ、ー、と、自称を行っていただいたので、あの、電子媒体について利用するという機会に、が、あの、工夫も必要かなと思っています。で、えっ、ー、と、LINE について、 のご質問だったかなと思うんですが、今までに配信した主な内容についてですかね、えー、っと、は、えー、っと、主に若者に多い最新のトラブル事例や、成年年齢引き下げに伴う動画の配信を行ったり、えー、っと、友達参加型として、イヤヤのキャッチコピー募集や、儲け話の断り方についてなど、えー、設定したテーマに沿って投稿してもらう企画等を行っております。 以上です。その他質問ございますか。あ、発表ありがとうございます。えー、っと、ちょっと私の方から、えー、っと、いくつか質問させてください。えー、っとですね、ちょっとあの発表を聞かせていただいたところですね。あの、まあ。 資料あょ教材のですね中身の部分の説明が少しちょっとこうあさらっとな <laughs> してたかなっていう感じがちょっとあったので、もう少しちょっとあどういったあ教材をですね中身の部分にして、もう少しどういった点を工夫して作ったとか、ですねまあデジタル教材ならではまで、まあ、こういうところが売りですよみたいなところが、まあ、あれば、まあたぶんこれ今後、えー、いろんな、えー、自治体とか全国にこう使っていただくっていうことを想定しているのかなと思うので、ちょっとそういった PR するときにどういったところが っていうところがあれば教えていただきたいというところが1つと、これ、実証を徳島県内で実証されたということでございますので、その後、実証を踏まえたブラッシュアップみたいなこともされているかと思いますので、その後、どういった形で課題が見えて、どういう形でえと教材をまあ修正していったかみたいなところもですねえ合わせて教えていただければなというふうに思います。あとととす,ねすいませんもう1点えとちょっっ ちょっと本筋の話ではないかもしれないんですけれども、えー、と資料のです、ね、11ページのところに、えーと、ケーブルテレビ放送による一般の利用というふうに書かれてあったんですけど、ちょっとこれがすい,ませんいまいちどう,どういう形で、えー、と活用されたのか、ちょっとイメージがわからなかったので、ちょっとこの辺自体ももう少し補足して説明していただけるとありがたいかなというふうに思います。えー、と私からは以上でございます。 はい、すいません。ご質問ありがとうございました。あのまずえっといただいたご質問のあの3点目の部分からあのお答えさせていただきたいと思います。えっとケーブルテレビでの配信、あの配信ということにあたりまして、えっと。まず実証のえっと大枠としまして、えっとご認識いただいてます。通り、高等学校での授業及びえっと企業内での研修を通して実証。 実証という形で、えー、と制作した教材の,あの確認といいますかチェックというのを進めたいというところなんですけれどもそれとはもう一本柱がありまして、えー、と作った動画コンテンツのみをですね、えー、と県内の,あの徳島県内にありますケーブルテレビ会社様にご協力をお願いして、えー、のその動画コンテンツをあの放送に載せてあの載せていただくことで、えー、と一般の、あのー、消費者の方にですねあのご視聴いただきその結果 あのそれをご視聴いただいた結果というのを、あの教材の制作に反映させるためにあの、動画コンテンツをケーブルテレビ会社様の方であで放送いただいたというところでございます、はいえー、と一つ目の質問についてですが、えーと、教材の中で工夫した点ですとか、PR したい点についてだったかと思います。 えっと、まああの、教材については資料の12ページから、えー、と15ページにも記載しております通り、えー、とおり、高校の授業で活用していただける、えー、とカスタマイズしやすいようなテキストやワークシートをはじめ、えー、と県内での、えー、企業内での研修を含む消費者教育の現場でも、えー、活用していただけるような動画やアプリを開発しました。えーとまああの テキストやワークシートはあの PDF 化したりですとかパワーポイントのものだったりしますのでパソコンやタブレット、えー、とスマートフォンなどといったデジタル端末でも活用していただける教材となっております、えー、資料の中には、えー、高校生向け、青年向けと,、えー、と対象者を分けているんですけれども、えー、どの教材も各世代の方に自由にご活用いただけるようにしておりますので、えー 自学自習用の教材としても活用していただけるのではないかなと考えております。えー、と特に高校生向けの教材に関しましては、えー、学習指導要領が新しくなると聞いておりまして、えー、と2022年4月からの成年年齢引き下げに伴いまして、えーと、例えば契約の重要性ですとか、 消費者保護の取り仕組みに関することなど、えー、消費者被害の未然防止に関する内容の充実が図られていると、えー、聞いておりますので、例えば動画の高校生向けに作成したインターネット広告の仕組みや注意点とはというところで、1、えー、元目の情報収集、比較と意思決定のテーマで使うことを想定しておりますので、えー、消費行動における意思決定の重要性について、 えっと、まあ、インターネット広告という身近な具体事例を通して、えー、18歳から責任ある意思決定が求められることを学んでい,けいただけるのではないかなと考えております。で、えっと、教材をどのようにブラッシュアップしたかという質問が2つ目にいただいたかなとは思っているんですけれども、えっと、実証でいただいたアンケートですとか、えっと、実証の後、座談会っていうのも、あの、教員向けとか、 えっと、企業担当者向けですとか、えー、受講者に行っておりますので、そういった結果、感想、ご意見等を、分、え、科、ー、会有識者会議の中で、えー、っと、意見、ご意見、さらにお聞きしまして、そういったご意見を踏まえて、えー、回収していくような感じで、今、現在進めているところです。お回答になっているかは分からないんですが、以上です。ありがとうございます。 あ,ありがとうございいまますすません1点,あ1点だけ追加でなんですけれども、あのこの教材のです、ね、ボリュームを見ていると、まあ、非常に動画も含めえ、すごくボリュームが多いなというふうに思うんですけれどもえ、これはあれですかね、各学校では全部使ってもらうっていうふうに作ったのか、それとも、いや別に部分部分、パーツごとに使ってもらっていいよっていう、そう,そういう趣旨で作られて、どちらかちょっと教えていただけますでしょうか。あ、はい、ありがととうございいまます <laughs> え 1ゲ目、2ゲ目、3ゲ目、5ゲ目分、全部あの順番に使うことによって、えーと、50分の授業内で使えるようなあイメージもしているんですけれども、そのパッケージで使っていただいてもいいですし、えー、と部分部分でこの教材、えーと、学校の先生が使う教科書に合わせて、えーの、副教材として使っていただけるかなとも思っておりますのであの、自由にカスタマイズして使っていただければなと思っております。 す、あ、私からは大丈夫でございます。他に質問のある方はいらっしゃいますか。次に徳島の会場ではいかがでしょうか。はい、徳島会場です。それでは、どなたか質問ある方、挙手をお願いします。あ、じゃ、質問あります。はい、えっ、ー、と、そうしたら、デジタル教材の方で質問、ね、一点、あの、質問させてください。 えっとあの、有識者会議とあの分科会でそれぞれあの分けてたんですけど、ちょっとその理由についてあの伺いたいなと思います。以上はい。ご質問ありがとうございます。 えっと、昨年度は主に高校生向けの教材開発として、えー、有識者会議を設置しておりましたが、えー、今年度は企業でも活用できる青年向けの教材も含めて開発するということから、えー、より効果的、効率的に開発を進められるように、えー、青年向け教材開発分科会を設置し、えー しました。えっ、ー、と有識者会議では主に高校生を中心とした若年者への教材についてを検討するようにしておりまして、分科会では主に青年向けの教材について検討を行ってまいりました。はい、ありがとうございます。それでは徳島は他に質問はありますか。それでは徳島質問以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。 以上でデジダデジタル技術を活用した情報発信普及啓発についての報告を終わらせていただきます。次に消費者教育推進課のモデルプロジェクトであります。エシカル消費の普及啓発について担当者からご報告いたします。画面共有お願いいたします。新未来創造戦略本部の溝木と申します。それではエシカル消費の。 普及啓発について説明をさせていただきます。あの、次にお願いいたします。本日ご説明する取り組みは、エシカル消費教材の活用事例の収集とサスティナブルファッションの普及啓発の2つです。まず、エシカル消費教材の活用事例の収集について、私、水木からご説明させていただき、後半のサスティナブルファッションの普及啓発については、 原の方からご説明させていただきたいと思います。次にお願いいたします。まず、取り組みについてご紹介させていただく前に、エシカル消費について簡単にご説明させていただきます。皆様すでにご存知かと思いますが、エシカル消費とは、人や社会、環境に配慮した消費行動を言います。エシカル消費の具体例としましては、食品ロス削減や、 フェアトレード商品などがあります。新未来創造戦略本部では、オフィス時代より、徳島県内でのエシカル消費の情報収集を行うことにより、エシカル消費の普及にかかる課題等の把握をはじめとして、普及啓発に関する取り組みを継続して行っております。次にお願いいたします。それでは、今年度のエシカル消費に関する普及啓発の取り組みの一つを、 ご紹介させていただきます。徳島県ではエシカル消費の認知度が全国に比べて高水準であります。そこで新未来創造戦略本部では、その徳島県の小中学校で消費者庁が作成しましたエシカル消費に関する教材を活用した事業を試験的に実施していただくとともに、活用事例の収集をさせていただき、 さらなるエシカル消費の普及啓発を行うことをモデルプロジェクトとして位置づけております。プロジェクトの具体的な取り組みとしましては、小中学校においてエシカル消費教材を活用した授業を実施していただき、私ども職員が授業の見学をさせていただき、アンケートの回収にご協力をいただきながら、得られた活用事例を実践事例として取りまとめします。 そして事例,収集とし事例集として公表させてていただくものです事例集として実際の学校現場における活用事例を紹介させていただくことで全国の小中学校における本教材の活用の促進と若年層に向けたエシカル消費の普及啓発を目的として行います授業をお願いいたします。 ここでは消費者庁が作成しましたエシカル消費教材より良い買い物の仕方を考えようエシカル消費って何の内容をご紹介させていただきますこの教材は主に小中小学校中学年以上の児童生徒を対象としたエシカル消費について学べる教材となっております教材は動画とワークゲームなど,などを組み合わせることによって 社会を変えるお買い物を体験することができるようになっております。教材はチャレンジマップ、認証マークのついた商品が書かれた商品ポップ、シート、認証マークフリップ、ワークシート、動画で構成されております。教材の特徴としましては、さまざまな社会的課題について解説した動画を視聴することで、 エシカル消費とは何かについて分かりやすく学習できます。また、チャレンジマップなどを使用して、エシカル消費ゲームを通して、楽しみながらエシカルな買い物をすることにより、社会的課題の解決につながることを学習していくことができます。さらに、教材を組み合わせることにより、多様な事業展開が可能で、学校の授業だけでなく、児童や、学童や、 児童のイベントでも活用することができます。また、学校の先生がこの教材を使っていただきやすいように、解説書もご用意しております。教材は消費者庁のホームページに公開されておりますので、申請をいただいて使用可能なものもございます。ですので、ご使用いただける際には、消費者庁の方へご相談いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。では、次にお願いいたします。 こちらにご紹介させていただく一覧ですけれども、こちらは小学校、中学校でエシカル消費教材を活用いただける科目や単元の一例となっております。見ていただきますと、社会科や総合的な学習において、小学校3年生の授業から取り入れることができます。また、家庭科や、それから総合学習、中学校においても総合的な学習で SDGs に関連した 学習においても教材を使用することが可能ですこのように教材は学習の進度や各学校の児童・制度の実態に合わせて幅広い教科・単元で使用する活用することができます次にお願いいたします、ね、ここからですけれどもエシカル消費教材の活用事例集は現在作成中となっております来年度公表させていただく予定ですので 本日は事例集に掲載予定のいくつかの事例をご紹介させていただきたいと思います。まず一つ目ですけれども、小学校4年生の社会科で活用していただいた事例です。この授業では、持続可能に取り組むことの大切さを考えるとともに、視野を広げることを授業の目的として設定されていました。授業の導入部分では、前回の授業の振り返りと 家庭で実践したゴミを減らすための取り組み、ゴミゼロ作戦の発表がありました。展開部分ではグループワークがあり、まとめの部分でエシカル消費教材の動画を視聴してもらいました。動画を視聴することで買い物の際に環境に配慮するという視点を持つことの必要性を伝えていました。最後にチャレンジマップを活用し、世界には解決すべき様々な問題があることを 学んでもらいましたこの学校では授業での活用以外に先生が商品ポップシートを廊下に掲示してくださり全,全校児童がいつでも気軽に認証マークの意味やマークがついている商品を学ぶことができるようにしてくださっておりました。授業を担当した先生からは「動画が児童にとって印象深かったようです」「商品ポップに身近な商品が多数あって良かった」などの ご意見をいただきました。次にお願いいたします。二つ目ですけれども、小学校6年生の総合的な学習の時間で活用していただいた事例です。この授業では、これまでの買い物を見直し、エシカル消費の買い物から平和とは何か、自分にできることは何かを考えることが目標として設定されていました。導入では、 これまでの買い物で気をつけていたことや、フェアトレードに購入者として自分も関わっていたことなどを復習していました。展開部分では、エシカル動画のフェアトレードに関する部分を主張していただき、商品のポップを使い、商品の値段を比べてみることで、フェアトレード商品を購入することが何につながるのかを学んでいました。事業を担当された先生からは、エシカル消費が 良いということだけではなく、普通の商品と比較し、考えを含めることで、行動化につながるといったご意見をいただきました。次にお願いいたします。三つ目の事例は、中学校2年生の家庭科で活用していただいた事例です。この授業では、これまで学んできた SDGs について、エシカル消費の点から、自分の生活の中での取り組みを考えることが目標とされていました。 授業の展開部分で認証マークのついた実際の商品や認証マークのフリップを使い実際に商品を選択させることでエシカル消費や買い物が投票であることを児童に伝えていましたまとめの部分で動画を視聴しエシカル消費について振り返り理解を深めてもらいました授業を担当した先生からは 教科書で学ぶ授業とは違った感覚で学ぶことができたという意見や、生徒からは多くの認証マークがあることを知り、sdgs への知識をより一層高められたとの意見をいただきました。このような事例を掲載した事例集を、今後消費者庁ホームページで公表する予定ですので、掲載されましたら教材と共とにぜひご活用いただければと思います。 そして最後に事例集を作成にあたり取材やアンケートにご協力いただきました関係者の方や先生方にはご協力あり,ごごご力ありがとうございました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。以上でエシカル消費教材の活用事例の収集についてのご説明を終わらせていただきます。それではここからは取り組みの2つ目であるサスティナブルファッションの普及啓発についてご紹介いたします。 皆様はこれまでにサスナブルファッションという言葉をお聞きになったことはありますでしょうか次のスライドをお願いいたします。環境省はサスナブルファッションを衣服の生産から着用、廃棄に至るプロセスにおいて将来にわたり持続可能であることを目指し、生態系を含む地球環境や関わる人、社会に配慮した取り組みと定義しております。 近年、ファッション産業における大量生産、供給、廃棄に伴う環境負荷や労働環境管理等の課題が強く認識され、世界各国でサステナブルファッションへの取り組みが加速しております。環境省の調査によると、1年間に家庭から手放される衣服は約75万トンにもなり、そのうち95%がゴミとして廃棄され、 再資源化されるのはたった約5%です。また、服の製造段階での環境負荷も大きな課題でと言われております。衣服の製造段階では大量の水が消費、大量の CO2 が排出されています。次のスライドをお願いいたします。サスティナブルファッションに関する取り組みが近年急速に広がってきていると申し上げましたが、 その背景としましては、スライドに表示しているような4つの点が挙げられます。まず1つ目は、SDGs への取り組みが各方面で加速する中で、ファッション業界での環境負荷に対しても注目が高まっているということです。2つ目は、事業者だけでなく、消費者の中でも SDGs への関心が高まっており、特に若年層における意識の高まりや、 昨今のコロナ禍を契機とした関心の高まりです。そして三つ目にこれまでの消費スタイルである安さや便利さにとどまらない消費生活の選択肢が重要視されるようになり、エシカル消費の意味が再認識されるようになったことが挙げられます。最後にサステナブルファッションという分野においては日本はまだ取り組みを始めたばかりとの印象がありますが、 もったいないの精神や繊維分野における優れた技術といった日本の強みを活かし、世界にリードしてこの取り組みを進めていくことができるという可能性が挙げられます。次のスライドをお願いいたします。消費者庁においては昨年の8月に環境省、経済産業省とサステナブル、サステナブルファッションの推進に向けた関係省庁連、 会議をを発足ししし重点的な取り組みを進めていくこととしました次のスライドをお願いいたします。消費者庁の具体的な取り組みとしましては、エシカル消費特設サイトでのサステナブルファッションに向けた消費者行動18のヒントの公表、サステナブルファッションサポーター制度の創設、ファッション業界における消費者志向実施宣言の促進などに取り組んでおります。 次のスライドをお願いいたします。それではここからは、新未来創造戦略本部におけるサステナブルファッションに関する具体的な取り組みをご紹介いたします。サステナブルファッションに関する取り組みが急速に広がっているとはいえ、消費者の皆様に、まだサステナブルファッションという言葉が知られていない、また衣服にまつわる様々な課題への認識は依然として低いというのが現状です。 そこで衣服の生産の背景や手放した衣服の有効活用といったサステナブルファッションにつながる各種取り組みについてご紹介することにより消費者にも自身の消費行動に関心を持っていただきファッションにおけるエシカルな消費の選択肢について知ってもらう機会を提供するということを目的にシンポジウムファッションから考えるサステナブルな未来を昨年の7月に開催いたしました 本社イン,シンポジウムは四国大学に共催いただき、四国大学の学生にもご参加いただきました。基調講演には徳島県の出身でエシカルファッションプランナーの鎌田ありささんをお招きし、ファッションを取り巻く現状やご自身の取り組みについてご説明をいただきました。パネルディスカッションではサスティナブルファッションと消費者の選択をテーマに、 タオル生産会社の池内氏に生産の立場から、上勝町ゼロウェイストセンターの大塚氏に廃棄の立場から、そして環境省及び消費者庁から行政の取り組みを紹介し合うとともに、消費者の役割について議論を行いました。最後に学生を交えたディスカッションで、ロスから考えるサステナブルファッションをテーマに、 角教授に司会をいただき、四国大学の学生を対象にした衣服の消費に関する調査の結果を交え、四国大学生、浜田市、大塚市、角教授の5名がサスネブルファッションに対する消費者の意識、行動のあり方等について意見交換を行いました。市長講演では、浜田市より、 サスナブルファッションは洋服の生産や廃棄の過程で自然環境や働いている人というところに目を向け、その過程を含めてファッションを健全に健康的に楽しんでいくための考え方であるということや、をご説明いただいたほか、消費者、企業、デザイナー、省庁が一緒になり、ファッション産業に変化を作っていけたらよいのでは、というようなご意見をいただきました。 また、パネルディスカッションでは、資源を循環的に使い続けていくためには、産業界の取り組みを進めると同時に、移植中の消費者のライフスタイルをサステナブルに変えていくことが重要、というような意見や、エコ、サステナブルについて自分の立場で捉え、いかに関与していくかが非常に大事なことなのではないか、というような意見があり、 行政、事業者、消費者、それぞれの役割について議論を深めることができました。学生を交えたディスカッションにおいては、消費者の役割として知識をつけていくことが重要で、また、捨てるという選択肢をなくしていくことが消費者の大きな役割と責任である、というような意見や、 食品トレイやペットボトルのように洋服も回収ボックスに捨てるのが当たり前になっていくと良いというような意見が出ました。次のスライドをお願いいたします。すみません。次のスライドお願いいたします。昨年の12月には主に若年層を対象にサステナブルファッションにつながる実践的な取り組みを紹介するとともに 消費者に具体的なコーディネート、楽しみ方、重要性を知っていただく機会を提供することを目的に、ファッションから考えるサステナブルな未来、私たちができることを開催いたしました。次のスライドをお願いいたします。資産省庁の取り組み紹介では、消費者庁、環境省、経済産業省より、 それぞれの参照庁の取り組みを紹介したほか、トークショーでは、サスナブルファッションに取り組む企業の方々をお招きし、私たちができるサスナブルファッションをテーマにトークショーを行いました。イベントの最後には、大阪モード学園の出演、演出によるサスナブルファッションショーを行い、実際に学園の生徒にリメイクいただいた洋服で、 サスティナブルファッションの具体的なコーディネートをご紹介いただきました。次のスライドをお願いいたします。そして、この3月にはサスティナブルファッションに関する取り組みの第3弾として、サスティナブルファッションに関する日付シンポジウムを開催いたしました。シンポジウムでは、フランスにおける先進的なファッションロス規制の状況や、国民の意識の高さの背景、 EU におけるサステナブル消費の重要性の高まり等について、フランスの行政、事業者からご説明いただき、日本、そして世界におけるサステナブルファッションの今後の対応、方向性について議論いたしました。基調講演では、フランスの政府関係者や世界的ラグジュアリーブランドの役員にご登壇いただき、ファッション界における行政及び事業者の取り組みをご説明いただきました。 ラウンドテーブルでは様々な立場でファッションに関わる日仏両国の有識者にご登壇いただき、自身の取り組みについてご紹介いただくとともに、今後のサステナブルファッションの動向、展望について多様な視点からお話をいただきました。基調講演ラウンドテーブルを通じて日仏双方の情報交換にとどまらず、それぞれの立場における今後の取り組みの方向性について議論を深める貴重な機会となりました。 なお、ファン・シンポジュムにつきましては、後日、アーカイブ動画を YouTube 公式チャンネルにて配信予定ですので、ぜひご覧いただければと思います。以上で、戦略本部におけるエシカル消費に関する普及啓発の取り組み紹介を終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、質疑応答に移らせていただきます。 まず東京会場からですがどなたか質問のある方いらっしゃいますでしょうか説明ありがとうございました非常に興味深く聞かせていただきました えと今回、ですねサスティナブルファッションのところからご質問させていただけたらと思うんですが、あのサスティナブルファッションについては、非常にこの若者世代の方が感度が高いのかなという印象は私もあるんですが、今回、この中で、ですね若年世代についてはコロナ禍を契機に関心が高まったということでご説明いただいたんですが、このつながりといいますか、えー、そうですね、どういうことでこう高まっていったのかって教えていただけると助かりますよろししくお願いします。 ご質問ありがとうございます。サステナブルファッションへの関心が高まった背景といたしましては、まあ、コロナを契機にまず SDGs、持続可能な社会の実現ということに対して、あの、これを目指す意識の方が高まっております。まあ、それがコロナの感染拡大によりまして、社会における様々な面で、あの、脆弱性、弱い部分が浮き彫りになり、 環境問題をはじめとする世界共通の課題について見直すきっかけとなったと思われます。で、持続可能な社会の実現が社会全体のより喫緊の課題として認識されるようになりました。そして SDGs への関心が高まるに伴いまして、これまでも課題として問題意識がございましたファッション業界における大量生産、供給、廃棄に伴う 環境負荷ですとか労働環境管理への問題意識そしてその,解決,へのた解決のためにサステナブルファッションというものがございますけれどもそちらへの関心が高まったと思われますでご質問のあったように特に若者においてというところについて考えられる理由としましては現在の若い世代の人々はですね早期から若いうちから学校現場などで そもそも環境問題といった社会的課題について触れる機会が多く必然的に身近な問題として捉えているというようなことが理由として考えられると思います。また SNS やインターネット上では SDGs に関する情報ですとか、またサステナブルファッションに関する取り組みも 多く取り発信されておることから、そのようなメディアに接する機会が多いことも、若者において SDGs、またサステナブルファッションへの関心が高まっていることの一因ではないかというふうに考えられます。他に質問のある方はいらっしゃいますか。お発表ありがとうございます。 サステナブルファッションにつきまして、まず1つご質問させていただければと思います。あの最後のところでえと日、日・仏のシンポジウムのお話しいただいたかと思うんですけれども、えっと、フランスではファッションロスに関する規制があるというふうなお話だったかと思いますが、えっと、フランスでのファッションロスに関する規制というのは、どのようなものが実施されているのでしょうか。ご、はい、ご質問ありがとうございいます えっと、フランスでは、えー、かねてより、あの、循環経済の実現に向けて、資源の循環や廃棄物の適正処理に関する数多くの施策が講じられております。で、えー、ご質問のありましたサステナブルファッションに関する取り組みで言いますと、直近の2022年の1月に、売れ残った衣料品の廃棄を禁止する法律が、えー、施行されたばかりでございます。そのような状況です。 ありがとうございます。とそのシンポジウムの中で、もしあのえっ、ー、とフランスと日本でですね、なんか共通して実施しているような取り組みだったりですとか、そのまあ、意識の、えー、部分だったり、まあ、そういうものってございましたでしょうか。はい。えー、共通の取り組みというところになるんですけれども、えー、授業。えー 取り組みというか状況という、共通の状況というようなところになるかと思いますけれども、日本においても古着屋さんだったりとか、あとはメルカリのような C2C で古着を活用するというような状況がありますけれども、フランスの方でも古着の業界というのは非常に盛んなようでして、そのようなところは似ているのかなというふうに個人的には感じました。 はいいありがとうございます、えっと、すみません、私からもう1つだけ質問してもよろしいでしょうか。はい教材の方なんですけれども、えっと、その教材を活用、まあ、なさっている小学校や中学校などで、特に活用しやすかったといったような、その評判の良かった教材というのは、まあ、全部良かったのかもしれないんですけれども、特にこれが良かったぞというのがあれば、教えていただけますと幸いです。はい あご質問ありがとうございます。あの、教材はどれもあの、工夫、先生の工夫次第で使っていただきよいただきやすいようになっておりますので、あの、これがいいというふうなお声、これがいいっていうのは、それぞれあの、学校の先生方によって違うんですけれども、あの、動画とかですね、それとかあの、マップの方は結構使っていただいた経緯が多いところにはなっております。それと、あの、商品ポップも、あの、結構、じ、 現実のあるものですので、それを使ってみると子どもたちも実際の商品をちょっと手に取っているようなイメージで現実を考えやすいので、そのショ、ポップの方も使いやすいといったご意見はありました。はい、以上です。すみませんはい、ありがとうございました。私の方からは以上です。他に質問がある方いらっしゃいますか。それでは徳島会場ではいかがでしょうか。 はい、徳島会場です。世代と質問を。えっと、ありますので。具体的な事例を交えてのご説明ありがとうございました。一点だけ、サステナブルファッションでございますけれども、現在。特設のホームページコーナー立ち上げれておられると思うんですけれども。来年度に向けて、充実させていくお考えが。 ああるのかかおお聞かせいいいいたただけたらとと思ままますすすよろしくお願いしく願ごご質問ありがとうございます、えっと、こちらの特設サイトの方をあの実際運営をしておるのが消費者庁の推進課の方になりましてこちらの方は、えっと、サイトの内容についてはとあの今のところ関与をしていないので来年度以降ちょっと充実をさせていくかどうかというところについてお答えをしかねるんですけれども。 はい。情報あ、あ、すみません。ありがとうございます。あの引き続きあのサステナブルファッションはですね、まあのいろいろまあ、まだできた新しいテーマことかまあありますので、まあ、あの引き続き今、まあ、ちょっとあのいろいろ情報収集しながらまあ、検討させていただくということになろうかと思います。すみません。えじゃ他に何か質問とは、じゃ質問はいあります。 えとちょっと素朴な質問ですけどあの3ページの資料のエシカル消費の話なんですけれども、はい、エシカル消費の認知度なんですが、えー、まあ徳島県においては高水準とあって、まあ、なぜ徳島県において高水準なのかというのは私すごくに疑問に思っていて、はいでまあ、もちろん認知度もそうなんですけれども、まあ、エシカル甲子園の取り組みとかも結構徳島県頑張ってますし。はい また徳島県婦人団体連合会とかでも独自にエシカルのアンケートとか取り組みなさってますけど何かこ,うこれは徳島県の人っていうのは割とこう消費生活の豊かさとかに意識が高いとかそういう県民性みたいなのがあるのかどうかそこら辺何かしらこうモデルプロジェクトをやりながら感じることとかもしあれば教えていただければと思います。 徳島県の県民性っていうところはですね、なかなか個人の徳島県人としてお答えすることにはなると思うんですけど、やっぱりあのこうもったいないとか大切にするっていう,こう考え方はあの持っている県民性に、ね、あるのかなっていうところはあるんですけれども、それとプラスして、やっぱり徳島県でなぜ,なぜあの認知度が高いのかといいますと、先ほどおっしゃっていただいてたんですけども、 あのエシカル甲子園とかあの皆様あのい,いろいろな活動をされているというところもありますしまたエシカル推進会議,とエ,シカル推進会議エシカル条例に基づいてです、ね、エシカル推進会議とかあの会議も設定されておりますしまたあの行政と消費者そしてあの団体の方がです、ね、一丸となって取り組みをされていることも多いですのでそのためにあの認知度が高いと考えられております。 すす。ません、でありがとうございますそれでは他徳島側から質問はどなたかありますかそれでは質問徳島側から以上ですありがとうございましたありがとうございました以上でエシカル消費の普及啓発についての報告を終わらせていただきます次に同化のモデルプロジェクトであります特別支援学校高等部向け消費者教育教材の普及について担当者からご報告いたします 特別支援学校の発表は東京と徳島からそれぞれ担当者より説明します。まず東京会場あ失礼いしました。まず徳島会場にいる担当者から説明をお願いいたします。えとこれから特別支援学校高等部向け消費者教育教材の普及についての成果報告を行います。市内創造戦略本部の石川です。よろしくお願いいたします。ラスライドお願いします。 あの全国の多くの高校等では来月の成年年齢引き下げを見据えて消費者庁が制作した高校生向けの消費者教育用教材社会への扉を活用していただいております特別支援学校でも社会への扉を活用していただいているものの先生方からは特別支援学校の生徒には社会への扉の内容が難しいというご意見をいただいており高校と比較して活用が進んでいない状況にありました 令和元年の活用実績の調査では、特別支援学校では55%、全国の高等学校でも67%となっております。新未来創造戦略本部では、特別支援学校の生徒の障害特性に配慮した社会への扉に変わる消費者教育用教材の必要性を受けて、徳島県と文部科学省の協力を得て、主に知的障害のある生徒を対象とした 特別支援学校、高等部向け消費者教育用教材、章と生子と学ぼう大切な契約とお金の話を制作しました。次のスライドお願いします。本教材の主な特徴を4点ご紹介します。特徴の1つ目は学習指導要領と関連づけた内容としております。本教材は身近な買い物や契約の仕組みなどを学ぶ基礎編と 契約トラブルの具体的な事例から対処方法などを学ぶ実践編で構成されており、基礎編は4つ、実践編は3つ、合計で7つの電話を収録しています。いずれの項目も学習資料要領の家庭から内容と関連付けた形で作成しています。特徴の2つ目は、教員が教材を自由にカスタマイズして使用することができることです。 本教材はパワーポイント形式で消費者庁ホームページに掲載しております。教員は生徒に伝えたい内容や授業のやり方は教員ごとで異なりますので、教員の授業スタイルに合わせてスライド教材を自由に編集して使用していただくことができます。本教材に盛り込まれているイラストをまとめたイラスト集も使用することができます。えー、人物は35カット、盤面は90カット、合計1 2 5カットございますので、 先生が自由に使用できますし授業への準備や資料作成への負担を軽減にも役立てられます次のスライドお願いします特徴の3つ目はえ身近に感じてもらうために生徒と同年代の高校生のキャラクターと一緒に学ぶスタイルを採用していることです高校生のキャラクターであるショ小と生徒がトラブルにあって失敗してしまった場面を取り上げ 社会でも遭遇するかもしれないことを疑似体験することで、断り方や相談の仕方を分かりやすく学ぶことができるようにしています。特徴の4つ目は、スライドの見やすさ、分かりやすさを工夫していることです。イラストは多く使用していますが、一つのスライドにはなるべく一つのメッセージとするなど、情報や内容を連れ込みつぎないようにしています。次のスライドお願いします。 で実際の教材から古風亭の例を4つご紹介します。1つ目はえ生徒がトラブルに巻き込まれるという実感を持つことが難しいためえスマホやネッ,トでのネットでのトラブルを説明する際には生徒にとって身近なゲーム課金の事例で説明し自分ごととして考えてもらえるような工夫をしています。ゲーム課金では 一回の金額が少なくても繰り返すことで高額となることをイラストを使用することで分かりやすくしています。また、スマホ、ネットでのトラブル教材として定期購入、ワンクリック詐欺、迷惑メールについても用意しております。次のスライドお願いします。二つ目は、勧誘を受けても曖昧な返事をして、はっきり断ることが難しい生徒が多いため、 本教材では断り方の練習をしてみようというスライドの中で、あの、はっきりと断ることが練習できるようになっています。授業ではできるだけあやふやな返事や態度とならないように、あえて強くいりません。お断りしますと、ロールプレイング等で練習してもらえるようにしています。次のスライドお願いします。三つ目は消費者ホットライン188の紹介です。 単に番号伝えるだけではなく、自動音声の内容まで紹介することで、生徒が安心して相談できるようにしています。日常の生活では、保護者や先生に相談することが多いと思いますが、卒業すると先生に相談できなくなること、保護者に相談できない、しにくい場合があったとしても、泣き寝入りをすることがないように、気軽に相談できる188があることを知ってもらうようにしています。次のスライドお願いします。 4つ目はスライドの内容です。左は社会への扉でクーリングオフを説明する場面ですが特別支援学校の生徒にとっては情報が多いため本教材では複数の情報が一度に目に入って混乱しないようにスライドの情報をなるべく少なくしています。またクーリングオフができる期間も単に契約した日から8日間と伝えるだけではなくカレンダー等の表示を用いて期間を分かりやすくしています。 これは日数や期間だけでは理解しにくい生徒もいるため視覚からも確認できるようにしております、はい、徳島からの報告は以上となりますありがとうございましたそれでは引き続き東京会場の担当者から説明をお願いしますはい、新未来創造戦略本部の福山です私からは本教材の活用事例集について具体的に説明させていただきます 本教材を全国の特別支援学校の授業で活用していただく際に参考となるよう、本教材を活用して教員が実施された授業や、広域社団法人、全国消費生活相談員協会の相談員の方が講師役となって実施された出前講座、合わせて7つの授業・講座の内容をまとめた活用事例集を作成しました。それでは活用事例集に掲載した。 授業講座の事例を簡単にご紹介します。まず一つ目の事例は、売買契約について考えるというテーマの授業です。この授業は主に本教材の基礎編テーマ1を活用し、特別支援学校の教員によって実施されました。この授業を実施された教員は、売買契約は生徒自身が、 日常生活の中で関わりの深い事柄であり、契約を身近なものとして捉えることができ、社会の中で自立した消費者として責任ある消費生活を送れるようになってもらいたいと考え、売買契約について考えるというテーマを設定されました。授業では生徒に身近な契約をいくつか紹介し、生徒自身も日常生活の中で契約をしている場面があることを 意識できるようにされれておられました、また売買契約に関する内容をワークシートを活用したり、クイズを出題したりしながら学習し、契約締結後でも返品・交換ができる場合があること、未成年者取消権と成年年齢引き下げについても説明されておられました。最後に、丸抜形式のワークシートを使って、 学習内容を生徒と教員が一緒に振り返る場面を設定して知識の定着を図るとともに学習の理解度を自己評価できるようにされておられました2つ目の事例は商品の選び方を学ぶというテーマの授業ですこの授業は主に本教材の基礎編テーマ2を活用し 特別支援学校の教員によって実施されました。この授業では、商品を買うときの手順や商品を選ぶポイントを知り、自分で考えて商品を選ぶことができるようになることを目標としています。授業では、カレーの材料を買う場面を取り上げ、生徒に興味関心を持ってもらえるよう、スーパーのチラシからカレーの材料の値段や量、 特売日などの情報を収集させたり、食品の包装から消費期限と賞味期限を探させたりするなど、商品の選び方について考えさせるようにされておられました。演習形式が多かったためか、生徒は積極的に授業に取り組んでおり、教員からの質問には挙手や発言が上がっていました。 3つ目ののの事例は、いろいいいろろな支払い方法の特徴・注意点を理解すす。るというテーマ授業ですこの授業は主に本教材の基礎編テーマ3を活用し特別支援学校の教員によって実施されました最近では現金払いだけではなくカード払いやスマホ決済などさまざまな支払い方法が増えているため生徒が知っていたり 普段利用していたりする支払い方法をまず確認した上で、各支払い方法の特徴や支払い時期を説明されておられました。特にクレジットカード払いについては、後払いでお金を使いすぎてしまいやすいため、特に注意が必要であることや、クレジットカードの入会を勧誘されても、作成の必要がなければ、はっきりと断ることを伝えられておられました。 授業を実施した先生からは、クレジットカードで普段から支払いをしている生徒が少なかったので、生徒にとってはなじみの薄い内容であり、クレジットカードの仕組みや使用する際の注意点を具体的に伝えることが難しかったという話をいただきました。4つ目の事例は、 契約について考えさせる内容の授業です。この授業は主に本教材の基礎編テーマ1と実践編テーマ3を活用し全国消費生活相談員協会の講師による出前授業として実施されました授業では消費,トラブ消費者トラブルの対処法を身につけることを目標とし生徒の買い物経験を振り返りながら 日常生活に契約が大きく,関わ,ってくる関わっていることに気づかせた上で、契約の基礎的な知識を説明し、マルチ商法に勧誘された場合を例に、勧誘の断り方を考えさせて、はっきりと断る練習をするなど、消費者トラブルへの対処法を身につけさせておられました。授業を実施された講師は、アイスクリームの,アイスクリームの模型、 画面の右下に映っていますが、それを使いながら説明することで、生徒の興味を引く、スライドにイラストを多く用いることで、生徒に消費者トラブルを身近な問題として想像してもらうといった工夫をされておられました。また、消費者トラブルの対処法について説明する際に使用する事例は一つに絞ることで、 事業内容をあまり詰め込みすぎないように配慮されておられました。五つ目の事例は、買い物・契約の基本を学ぶという内容の事業です。この事業は、主に本教材の基礎編テーマ1と実践編テーマ3を活用し、全国消費生活相談員協会の講師による出前授業として実施されました。 授業では生徒や保護者、働いている人など、みんなが消費者であること、物の購入やサービスの利用など、さまざまな場面で契約をしていることを伝えられておられました。次に、具体例を用いて契約の、契約成立のタイミングや、未成年者取り消し、クーディングオフなど、契約をやめることができる場合があることについて説明されておられました。 最後に勧誘を断るときには、はっきりといりませんということやトラブルに巻き込まれたときの相談先を伝えられておられました。本来であれば複数の班に分かれてグループワーク形式で進められたかったそうですが、新型コロナウイルスの感染防止対策のため、講師からの説明が中心の授業となりました。6つ目の事例は、 インターネットこの授業は主に本教材の基礎編テーマ2と人践編テーマ1、2、3を活用し全国消費生活相談員協会の講師による出前授業として実施されました授業では生徒のインターネットの利用状況を確認した上でネットショッピングを利用する際の注意点を伝えられ おられましたまた定期購入やオンラインゲームといった事例からトラブルの問題点注意点を考えさせトラブルを防ぐにはどうすればよいかを考えさせておられました授業を実施された講師からは定期購入やオンラインゲームのトラブル事例を紹介する動画などを視聴させて生徒の興関心を高め 生徒の日常生活に関係する身近な問題であることを認識できるよう工夫されておられました。7つ目の事例は、消費者トラブルと勧誘された際の適切な断り方を学ぶ内容の授業です。この授業は主に本教材の実践編テーマ3を活用し、特別支援学校の教員によって実施されました。事業では アポイントメントセールス、マルチ商法、名義貸し、キャッチセールス、デート商法の5つのトラブル事例を教員の先生方による寸劇を交えて紹介し、生徒に自分ならどう対処するか、班ごとで考えさせます。その後、各班から1名ずつ生徒を指名し、順に断り方のロールプレイをさせ、ロールプレイ終了後、 断り方のポイントを確認するとともに、クーリングオフや消費者ホットラインについて触れて、困ったらすぐに相談することの大切さを伝えられておられました。授業を実施された先生からは、すみません。え授業を実施された先生からは、<coughs> 生徒の参加意欲を高め、 授業内容が記憶に残るようロールプレイを取り入れたことやさまざまな障害のある生徒の実態に合わせ端的にポイントを説明できるようスライドに盛り込む内容はな,なるべく短くするとともに難しい言葉は簡単な言葉に言い換えるなど分かりやすい説明を心がけた,心がけたということを不便として挙げられておられました授業・講座を実施された先生 方からは、えー、本教材を使用されたご感想として、生徒の障害の特性や理解度に応じて、事業者が本教材を自由にカスタマイズして活用することができた。本教材にはイラストが多く使用されており、生徒に授業内容を理解し,してもらいやすくなった。また、事業者が本教材をもとに、授業で使用するスライドを作成する際に、 使用できるイラストがある点でも良かった。本教材を活用することで、事業者が事業で使用するスライドやワークシートを作成する際の負担の軽減につながったといったご感想をいただきました。今後も本教材と本活用事例集を普及させ、特別支援学校における消費者教育を推進し,推進していきたいと考えております。最後に 本教材活用事例集の作成にあたって、兵庫県、徳島県、徳島県教育委員会、全国消費生活相談員協会の先生方、職員、その他事業を実施していただいた学校関係者の皆様に、多大なるご協力をいただきました。この場を借りしして感謝申上上げます以上で特別支援学校高等を向け 消費者教育教材の普及についての成果報告を終わります。ご清聴いただき、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、質疑応答に移らせていただきます。まず、東京会場で質問を受け付け、次に徳島会場から受け付けたいと思います。まず、東京会場からですが、どなたか質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。ご発表ありがとうございます。 私から1点だけご質問させてください。えっと、本プロジェクトのまあ要点となるところとしては、とにかく現場で使いやすく分かりやすい教材を作ると、作って活用してもらうということの1点に尽きるんだと思うんですけれども、分かりやすく、えっと、使いやすい教材っていうのはすごく、まあ、作,り作り手にとっては難しいんだと思っています。本件取り組みを通してこ、この部分がすごく良くて、 でこの部分は、あの他のプロジェクトで作っている教材などに使えるんじゃないかというふうにご担当として思われるようなところがもしあればあの、ぜひ教えていただきたく良、はいえーまあ、かった点ですけれども、やはりスライドの本教材の特徴の中でもご説明させていただいた通り、 1、えー、一スライドにつき1メッセージというところをあのかなりあの気をつけて作成しておりましてであの我々あのまあ所感のない方にとってもあの教材を伝えたい内容を説明する際にはあのなかなかごちゃごちゃしている教材だとなかなかたくさんのことを言われてもわからないということがあったのであのそうした1スライドにつき1メッセージという 原則守った教材があることは、あの他の場面でも使いやすいと思いますし、まあ、今回、あの特別支援学校の高等部向けというふうな教材で作成させていただいたんですけれども、あの中学生向けとか、地域の、えーま、社会教育の場でもですねあの活用していただけるものになっているのではないかなというところがございますので、あの幅広く使っていただけると考えておりますありがとうございます。 一スライド、ワンメッセージということで、あの、私も、あの、次の業務の参考にしたいと思います。ありがとうございます。他に質問がある方はいらっしゃいますか。それでは、徳島会場ではいかがでしょうか。はい、徳島会場です。それでは、どなたが質問はありますか。 じゃあの内容なので、私から一問させていただきたいんですが、あのこの特別支援のまあいろんな学校でまあ実際、授業をやってみてということだったんですが、まあ、いろいろ工夫できるとか、ワンスライド、ワンメッセージとかいろいろある中で、あの一方でなんかこういう点はもうちょっと改善してほしいとか、なんかこういうような工夫がもっとあるとよかったなみたいな現場の声とか、もしなんかそういったものがあれば、お聞きしたいいですはい、ありがとうございます。 えっと改善点についてはあの今、具体的に復旧させている段階であの改善が必要な段階まで集まっているというわけではないんですけれどもあの今回、復旧にあたってあの先生方にこういった教材をあの説明した際に7つテーマがございますので全部やらないといけないのかちょっと分量的に多いんじゃないかみたいな話をいただくことがあったんですけれども。 いやそれについてはあの先生方が活用できる範囲で使っていただければ結構ですしあの先生方の授業スタイルもあの本当に先生方によって異なると思いますのであの自由にカスタマイズしてご活用いただければ構わないのであのそこについてあのこちらからあの全部やってくださいといったことはないですよというお話をさせていただいているところかなと思います。 どうもありがとうございます。では他徳島側の質問はどなたかございますか。質問あります。それでは一問。 そうしたらあの1点なんですけど、あの社会のへの扉が難しいということであの、特別支援学校向けの教材を作っていただいて、ちょっとありがたいなと思っていること,ところなんですけど、あの活用事例も7つほど、先ほど説明していただいたんですけどあの、えーと、授業を受けている生徒さんの声とか反応はどのようなものだったのかについて、ちょっと教えてください、はいえー、生徒さんの反応ですけれども、まあ、ちょっと事例、えーと、事例集に掲載している 授業ですと、まああの,授業の内容が異なるので一概に行こうというわけではないんですけれども例えばそうですね、えー、と7つ事例7ですと,、えー、とかなり寸劇を使った授業をされておられたのであの生徒さんが参加,し参加してロールプレイとか寸劇をあの行うことがございましてそうしたその参加する形の授業です,ですとかなり、まあ、生徒さんも発言が上がっていたりとかあの楽しそうに。 事、えー、業に参加しておられたなという、私がまあ。あの事業見学させていただいた印象としては、そうした印象を持っております。はい、ありがとうございます。じゃあ、他は徳島側はありますか。はい、じゃあ、あまり、いつも。ええー、丁寧なご説明ありがとうございました。あまあ、個別サイト。 的な消費者教育本当に重要だだだと思いいます1点だけあの質問ささせてくださいあの今回その特別支援学校での教材ということであのお作りになられたんですけれどもあのその過程でですねあこのノウハウはあの高校や中学校でも使えるんじゃないか、まあ、そういうあの議論とかあの意見が出たようなことってありましたでしょうか そうですね中学校、高校でも、まあ、あの先ほど申し上げましたがあのやはり分かりやすさというところをかなり重視したところで作っておりますのでそうした意味ではあの一般の中学校、高校でも使えると思いますしそうです、ねあのまあ、やはり今回事例,作事例集の作成にあたって授業を見学させていただいた中でやはり生徒さんが参加できる場面を設定して た授業というのはかなり生徒さんの反応があのいいなということを感じておりますのでまあそうした知見は今後の中学校高校での消費者教育にも活かせるんじゃないかなというふうに考えておりますありがとうございますそれでは徳島側から質問は以上になりますありがとうございましたありがとうございました以上で特別支援学校高等部向け消費者教育教材の普及についての報告を終わらせていただきます ここで先ほど発表のありましたエシカル消費の啓発について担当者から補足がございます。お願いします。 はい、すいません、あの先ほど、えー、と徳島側から質問がありましたですね、えー、とサステナブルファッションのです、ね、特設サイト今後どのようにこのサイトを従事していくかというご質問があったのかあ,のあったかについて補足をさせていただければなというふうに思います、えー、先ほど質問いただいた方はおそらく徳島県の方なのかなとは思うんですけれども、えー、徳島県もですねこのサステナブルファッション、えー、今後注力していくというふうなあの思いからあのいただいたご質問かなというふうにちょっと勝手ながら推測はしておるんですけれども、えーと 消費者庁も当然ですね、さすがなファッション、えー、来年度予行も引き続き、ですね、えー、注力していかなきゃいけないというふうにはあの思っているというところではあるとは思うんですけれども、えー、とその上でですねそのあの、ご質問いただいたファッションのサイトの充実についてなんですけれども、えー、と今のところですね、その取り組みの紹介でもありました通り、まり、あえー、ファッションのおすすめ、週刊おめだったり、18のヒントとかいろいろ公表しているところなんですけどその他にもですね、事業者の今、取り組み動画、各事業者さんでですね、どういうふうに ファッションサステナルファッションについて、えー、取り組みをしているかっていうのをいろいろと今、紹介している動画を上げさせていただいているんですけれども、えー、そちらをですねまだねあの本数が数本しか上がっていないところもあるので、えー、もう少しここは拡充していきたいなというふうには思っているなというところでございます。あとはそれ以外にも、ですね事業者のみならず、ですね普通に一般の方とか、えー、どこかの団体の方々の取り組みや工夫の紹介といったところも、えー、よりですねまだこれも数件しかありませんので、これももう少し、えー、詳しく記載、えー、掲載していきたいなというふうに思っておきまして。 でまあそういった取り組み方をですね、まあ、あの消費者の方に見ていただくことで、より消費者のまだ意識の向上にこうつなげていければなというふうに今思っているところでございます。すみません、簡単ではございますが、東京側の方から補足させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。それではただいまから休憩とさせていただきます。